It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new Radio Social Community with Kinimansu Mansu Nikki. Ashita no kareji. 10時になりました明日のカレッジキニマンス塚本仁希です今週もよろしくお願いいたしますはいえーとですねあのー、今日はちょっと私まあ人生初の体験をまた一つ、えー、やってまいりました、えー、お昼にアベマ TV のスタジオに来まして、えー、アベマヒルズにねあの生出演してきたんですけれどいやー緊張したな 何でしょうねやっぱりラジオとテレビって全然違うね当たり前かもしれませんけれどあのまあうちはラジオと言っておきながらこうやってね今あのちょっと目の前にこう、まあ、カメラがあって、まあ、YouTube にもねだだまれ生配信されてるんですけれどなんかテレビスタジオってちょっとなんかガチな感じがするしかもあの安倍 e さんのところのスタジオってガラス張りの。 えーまあ、窓っていうんですか壁 <laughs> で、まあ、の六本木のね、まあ、ど真ん中でもう外の歩行者さんとかもう車とかあとちょっとね、あのーまあ、何人か、えーまあ、見学されてる人たちも。 見え丸見えなんですよでその中で私はちょっとねあのちょっと水玉模様のちょっとワンピースって感じでちょっとねこうあの猫かぶったあのような格好だったかもしれませんけれどはいちょっと1、まあ、ニュージーランド育ちのラジオパーソナリティという、えー、ところから、まあ、ちょっとねあの柴田彩さんと一緒に、えーまあ、今日のニュースを、えー、読,んで読んで聞いて考えて、えーまあ、感想を述べて。 最後はかわいいにゃんこの動画に癒されるというそんなえとても貴重な体験をしてまいりましたけれどはいあのもしかしたらね明日の彼氏のリスナーさんもあの見てくれた方いるかもしれませんけれど a b e m a ヒルズは s は、えーまあ、オンラインでね見れる ABEMATV、まあ、はオンラインで見れるテレビ えー、放送なんですけれど、あのアベマヒルズはあのお昼の、平日のお昼にやってまして、24時間アーカイブがあるのかなだから多分ね、あの登録も何にもいらない、もうあの無料で結構いろいろ見れるんですよ。はい、なので、もしね、ちょっとこの後とか、明日の朝とか、まあ、お時間ある方、興味ある方、えー、興味ねえよっていう方もいるかもしれませんけれど、冷、は、や、い、<laughs> かしな感じで、私の、はい、あべひる 初出演の感想などいただきましたら嬉しいです。はい、ちょっとね。なんかプロのあの部屋ヘ,ヘアメイクさんになんかがっつり可愛い。あのなんかくねくね。ポニーテールみたいなものをしてもらったんですけど、すっごいがっつり縛られててちょっとあの。 なかなかこれ外すの大変だなーって今日思ってます。はい。でまあね今日はあのむちゃくちゃ暑かったんですけれど、あのお外でお仕事されてた方本当にお疲れ様です。あの私個人的にはですねあのー、まあ極力ねあのー。 お家にいたいた、ね、まあ個人的にじゃないのもう一般的にだなお家にいたいよねと思うんですけれど、まあ、このね電力逼迫の,、まああのー、あの危険性が、ね、あるという中で、まあ、なるべくね節電しなきゃいけないって言われてるけどいやいやもう命に関わる暑さだからまあでもね、まあ、どうしてもまあちょっとちょっとはねできるだけ節電した方がいいのかなって思ってる方もいると思います。もう私個人的にはもう水風呂 もう一本です。はい。水風呂にこう、足をね、ちょっとこう、つけるだけでも、まあ、手のひらでもいいんですけれど、足裏、手のひら、もしくはもう体全身ドボーンと水風呂にね、まあ、あの、10分でも20分でもいいんですけれど、使ってると、結構すっきりしますえ。そして、まあ、あの、一人暮らしの醍醐味ですけれど、服は極力着ない。 これもすごくあのおすすめですけれどね。はい。まあ、あのー、ね、自分の体なんてもう生まれたころから同じもんだし、そんな恥ずかしいことじゃないでしょうって思うんですけれど、まあ、裸というものについてね、結構いろんな考え方、意見が世の中にはあるんじゃないかと思いまして、えー、本日6月27日月曜日の明日のカレッジは、こんなクラスで始めます。 十時代は明日の表現学部裸ってどういうもの？はい、ええー、まあなぜ今さらこんなたいこの テーマをやるのかっっていうこととはね、まあ、後々ちょっとお話ししますけれど、まあ、みんな基本裸ですよ、ね、でもまあ服を着てるから、まあ、服の下は裸ってわけなんですけれど、えー、まあ自分の裸他人の裸家族の裸恋人の裸、えー、まあいろんな裸が世の中にはありますけれど裸というものをちょっと恥ずかしいものもしくは性的なもの性的でないものというふうに見ていたり、えー、もしくはもうありのままの えー、哺乳類としての自然なものというふうに皆さんどういうふうに私自身はね、まあ、これまで過去にフィンランドやサンフランシスコあとアリゾナの砂漠のフェス「バーニングマン」などでいろんな裸を 見てななら自分も裸になったことがあります、はいまあ日本のね温泉とか銭湯とはちょっと違う感じの裸文化が、まあ、世界にはあるんですけれど結構そういうところをね掘り下げていったり。 あとはアート、そしてまあ、ポルノというところね、裸、どう違うんだろうってことも、皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。えー、実は私、過去に、えー、フォトグラファーの伊島薫さんに、えーまあ、いわゆるヌード写真を撮っていただくことがありまして、 このえ、ま、数々のヌード写真を撮影されてきたフォトグラファー井島薫さんと一緒に裸ってどういうものっていうことを話し合っていきたいと思います皆さんからの率直な質問質問よりはメッセージ感想が嬉しいが質問もいいけどね恥ずかしいけどねはいお待ちしておりますえそして11時台は「ニューサンドコーリング」TBS ラジオ崎山俊也記者に「クルドの食卓」という本から埼玉県川口市で暮らすクルドの人々についてお聞きします えー、そして今日は月曜日、ちょっといいこと短歌大募集です。え今日は月末ですのでテーマがございます。今日の、えー、今週のお題は言葉。親や恩師から言われた忘れられない言葉。友達が言ったちょっといいさりげない一言。えー、本で知った名言。 ラジオから聞こえてきた耳に残る素敵な言葉などなど言葉にまつわるちょっといいことを単価に定めてお送りください。ツイッターやインスタグラムからはハッシュタグちょっといいこと単価をつけてメールやファックスでもお待ちしております。本日は TBS の南波正俊アナウンサーも参加してくれます。 先週の金スまでビーズのモノマネをしてくださいましたが今日はどうでしょうかツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジメールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp ですそれでは今日はこの曲でスタートしましょうま、真心ブラザーズサマーヌード はい、YouTube の皆さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はちょっとね、あの、一旦家に帰って着替えてきました。だって暑いんだもん。でもね、ま、あせっかくだから見てください。あの、アベマの、あの、ヘアスタイリストさんが可愛く、いろいろこう、グニグニグニってやってくれたのを、ちょっとね、あの、おで、お団子を、 あの、ちょっとおでこは出してますけれど。はい。ちょっとね、あの、見納めです。はい。はい。今日はですね、えー、写真家の伊島薫さんと裸について語り合うという、まあ、なかなかそのカレッジね、1年半以上続けて、えー、これほど私が、 体を張ったテーマがあるだろうかというものですけれど、はい。まあもう皆さんにね、もう臆せず、もうすべて、えー、まあ、語、語りましょう、見せましょう、見たい人は勝手にググってください。はい。YouTube でお見せしません。<laughs> それでは皆さんからのね、えー、質問やメッセージ、そちらのチャット欄もしくは Twitter、メールでもお待ちしておりますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。 明日のカレッジ。時刻は十時十分です。ここで TBS ニュースニュースデスク中村さんお願いします。はい。ドイツで開催中の G7 主要7国国の首脳会議に出席している岸田総理は、27日、ロシアのウクライナ侵攻による世界的な食糧危機に対応するため、中東アフリカ諸国への食糧支援などに2億ドル およそ270億円を新たに拠出すると明らかにしましたさらにウクライナと周辺国向けに新たに1億ドルの人道復旧支援を行うことも表明しています岸田総理は G7 のロシアに対する制裁が食糧危機を招いているというロシア側の誤った情報に対抗するため危機の原因はロシアの侵略にあるとしっかり示す必要があると強調しています 政府は、明日も厳しい暑さが続き、電力需給が逼迫する可能性があるとして、東京電力管内の電力需給逼迫注意報を明日も継続すると発表しました。電力供給の余力を示す予備率は、夕方の時間帯を中心に5%を下回ると予想されています。政府は、熱中症にならないよう適切に冷房を使用した上で、不要な照明を消すなど、無理のない範囲でできる限りの節電を呼びかけています。 またあさってについては東京電力管内のほか東北電力と北海道電力の管内でも電力需給が逼迫する可能性があるとして初めて需給逼迫準備情報が発表されました熱中症の疑いで救急搬送される人が増えている影響で東京都内ではきょう救急車の出動率が95%を超えました。こののため東京消防庁は非常用の救急車30台を追加して 合わせて305台を運用していますこうした非常体制は新型コロナによる救急搬送が増加した2月28日以来のことで119番通報から救急車の到着までに時間を要する場合があるということです東京消防庁によりますと今日都内で熱中症の疑いで救急搬送された人は午後3時時点で80人に上り70代以上の男女3人が重症だということです 国内で今日新たに9572人の新型コロナ感染者が確認されました先週月曜日に比べて1775人増えています全国の重症者は昨日から5人増えて45人また新たに13人の死亡が発表されました一週間前と比べて新規感染者が増えたのは33の都府県に上っていますが東京都では先週月曜日から441人多い 1517人の感染が確認され10日連続で前の週の同じ曜日を上回りました直近7日間平均の新規感染者はおよそ2080人で1週間前より3割近く増えていますニュースをお伝えしました中村さんありがとうございましたお知らせの後は今日の講師フォトグラファーの石間香織さんが登場します living on the same planet It's time to learn more For the beautiful next 100 years 次の100年のために明日のカレッジラジオと YouTube でお送りしています明日のカレッジキニマンス塚本仁希です今夜のクラスは明日の表現学部裸ってどういうもの今夜の講師をご紹介しましょう 80年代からフォトグラファーとして活動を開始、CD ジャケットや広告写真など数多く手がける一方で、94年に実験的なファッション誌、j a p を創刊しました。 えー、小泉京子さん山口智子さん桐島かれんさん、えー、木村佳乃さんなどさまざまな芸能人を起用した死体のある風景シリーズは、えー、国内外で高い評価を受けています、えー、実は私二期も、えー、過去に「あなたは美しい」というシリーズの一環として、えー、ヌード写真を撮っていただいたことがありまして、えー、そのご縁で今回ご出演をお願いしましたフォトグラファーの伊島薫さんです こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。ですはい。お元気ですか。<laughs> はい。おかげさまで。はい。一馬さんと私初めて会ったのはもう2010年だったと思うんです。<Okay. S 1> 震災の前だったと思うんですけれど、当時私がね、うん、あのまあ美術モデルの、えー、事務所に登録したまばかりで、うん、で、まあ主にそのデッサン会とか、うん、あのまあ画家さんのね、こうモデルとして、えー、まあ人体モデル っていう言い方もあるんですけれど、はい、まあそういうことを週に1回ぐらいこうやっていた頃にちょっにお声がけいただいて飯、まあ、島さんの、ね、いろんな写真を見せてもらってでこんな裸の写真を撮りたいんだってこう言ってくれたときに面白そう <laughs> って思ったんですよね。はい はい。で、まあ、いろいろあってね、ようやく、えー、2012年に撮影があって、で、10翌年13年に展示されたと思うんですけれど、うん、まあ、その作品についてね、ぜひ詳しくお話ししていきたいんですけれど、うん、まあ、先日私がツイッターで、あのー、まあ、なんて言いますか、その、 裸についてその議論を見かけたんですよで、まあ、どういった議論かというと、うん、まあざっくり言うと、6歳の男の子を銭湯の女風呂についていくことについて、カヒカか酸かピカっていう感じの論争があったんですよ。はい、でそこで私は、まあ、自分の,その過去の,、ね、その美術モデルの経験から、まあ、でも裸の人体って、 ただの肉の塊でしかなくて、でそこに、こう、性的とか、いやらしいとか、えー、不適切っていうような文脈や美意識があるのは,は、私たちが意識してつけてるものなのじゃないかなっていう、すごいふわっと。 とししたツイートをして、うん、で、まあ、せっかくだから自分自身が過去に、えーまあ、デッサンや撮影で、えーまあ、作品となったものを画像をねいくつか上げたんですけど、うん、まあ結構リスナーさんからもなんかいろんなご意見とか反響があってあこれについてじゃあちょっと語ってみようかなって。 思っってて今に至る感じで説いさいやいやいや。はい、でまあ,あの早速なんですけどね伊島、うんまあ、さんはね、まあ、これまで、まあえーまあ、ヌードヌードじゃないものもたくさん写真をね、えー、これまで世に出されてきてますけれど、まあ、私がモデルをさせていただいた「あなたは美しい」というシリーズ、はい、まず伊島さんからどういう作品なのか皆さんにちょっと説明してもらってもいいですか、はい、これはもうまず 巨大なんですね最初にあの2期に会った時というか僕がそのモデルを探してた時のテーマっていうのは別のテーマだったはずなんだけど、うんあのー、それから、あのー、ちょっと時間が経って実際にお願いするまでに、あのー、こう時間の経過があってその中で、うん、えっとちょうどね清澄白河のギャラリーで展覧会やることになってそこがかなり広いギャラリーで広いというか壁が長かったのね。うん この長い壁を使って何かやりたいなと思って思いついたのが「あ,のあなた美しい」だったんだけども、はい、人の体をこ,うこの大きさにしてみたらどう見えるんだろうっていうのをまずは見てみたかったんだよね。20メートルぐらいありましたねあのねそこまではいかないんだけど、まあ、約10メートル高さがね2メーター40センチぐらいあってあだいたいざっくり言うと人間の体が。 えっと、5、6倍に拡大されてる感じ。巨人ですね、要するに。<laughs> はい。裸の巨人。そう,そうそうそう。はい、まあだから、二期にもね、うん、巨人になってもらったわけなんすけど。ですだから、見ている、本当、展覧会見に来た人は、あの、その、幅がすごく、奥行きがある割には、その、幅があんまりない、あの、奥行きと、要するに、引きがあんまりないね。 うん、場所だったでしょ。まあ、私がその仰向けになって、うん、まあその台の上にね、こう寝そべっているんですけれど、うん、でまあカメラに向かってちょっと首をね、うん、あの向けている感じで、うん、でまあ裸なんですけれど、<laughs> うん、めちゃくちゃ高画質のなんか特殊な撮影あの印刷使ってたんですよね。あのまあカメラが、うん、あの高精細のカメラで、それであの 1>, 1枚でバシャッと取って、その大きさに拡大すると、うん、どうしてもこう荒れちゃうわけね。うん、ザラザラしちゃうわけだからそれをちゃんとその何て言うんだろう。もう本当にあの人間がガリバーをね。うん、見てるみたいな感じで、はい、あの人の体を見てみたいっていうのがあったので。うん、だからあのあれ9分割されてるんだけど、はい、あれはあの1枚で取って9分割したんじゃなくて9回に分けて撮ってるのね。そう だだかかから結構時間かかったんだよねそうだから9枚取ってそれをぴったりくっつけなきゃいけないんですよね。それが合ってるかどうか確認して、はい、あちょっとここずれてるわって言ってもう一回とかって,何回かやってね <laughs> いや私も、まあ、そ,のそれまでね <laughs> そのあの美術教室とかでデッサンとかクロッキーって。うん 基本動いいいいちゃゃけないじゃなじですかだからその5分ポーズ何な,なら20分ポーズというものもあって立ち座りいろいろあるんですけど基本モデルは自分でポーズを決めて、うん、でもうピタッてもう時計の、ね、タイマーが鳴るまで動かないんですよ。<laughs> で皆さんこうシャ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 ってこう一生懸命ねこう模写してるんですけれどうん、うん、ちょっとねこう調子に乗ってこう立ちで腰をひねるポーズとかやっちゃうと、うん、あーきつい。 あきついあと7分 <laughs> あと6分ってずっと時計の針をねなんかもうにらめっこしてるみたいなうでそういう経験があったんですけどやっぱりこう うん、30分以上かな、うん、もうずっと同じポーズで動かないっていうのはちょっとやっぱり難しかったです、うん、1>, 1ミリでも動いて、ね、寝そうになったもんねいや完全に寝てました <laughs> もうそれはでも私と伊島さんの、うん、まあそれまでの,あのいろんなねその話し合いを重ねたりした中で、うん、まあ私としてはすごく信頼あの感情があったし、うん、伊島さんの作品をいろいろ見せてもらって あもう絶対もう私でよければぜひっていう気持ちだったんですよ。ただそのイジさんのこのあなたは美しいを撮る中でいろいろこう、うん、まコンセプトがあったじゃないですか。はい、かその、まあ、ガリバーのように大きく引き出すだけじゃなくて、うん、私にあの言ったリクエストを覚えてます。<laughs> あの撮影するまでの間。うん 一切あの毛とか剃らないでっていう,う。普通の女の子ったら絶対お断りしますよ。<laughs> もう私はもう即答でわかりましたって言ったけど、うん、まあもう脇毛も、うん、ええー、まあそのねあの,、うん、あのおあのぽんポンの毛も、うん、あの足も、うん、ええ何なら足の指も、まあ手の指も、うん、本当にまあ結構私まあ日本的基準ではまあ毛深い方かわからないんですけど、うん、まあ毛を あっっててもいいやって感じなんでですよねうん、うん、であとその唇の上の産毛ここはちょっとねあの直前に知人の結婚式があったんで <laughs> ここだけどうしてもちょっと社会的なんちゃらに負けてここ処理したんですけどうん、うん、であとね吹き出物がめっちゃあったんですよね当そうだからメイクも何もしてないじゃないですかそうねそうでしわ、うん、もセルライトも毛もシミも全部うんうん、うん どうぞ <laughs> って感じで <laughs>、うん、あのギャラリーに来てくださったお客さんからはどんな反響ありましたかいや、あのー、例えばやっぱりねそういうしみとか吹き出物とか、うん、あと傷とかね、うん、あとこうやっぱりほら人間だからいろいろできちゃうじがしますよね肌の色が。であのやっぱりそのさっきの話やけど毛もね、うん、あのやっぱりなんだかんだ言ってあのちょこちょこ。 生えてたりするじゃない、うん、でそういうのが、まあ、言ってみれば毛の一本がこれぐらいの長さに見えたじゃないあれね。まあその本当にもうめちゃくちゃどでかいんで何、うん、ていうか分かんない私の乳首の乳頭が人の頭ぐらいの大きさなんですよ、うん <laughs> ね、言っちゃえば。<laughs> そうだね、でそれを間近でじーって見てらっしゃる、うん、あの高齢の女性の方と書いたりして、うん、で私はそれをあのギャラリーの,その隅っこから私を見眺めてる皆さんを眺めながら。うん なんともね、うん、不思議と穏やかでああああなんか平安平安の気分でした。なんかだからねそうやってこう今まで見えてなかったものが見えてくるわけだよね。そうすると例えばその人間のね毛穴とかその吹き出物とかあとあの 俺覚えてるのやっぱり二季のやつでいうと、この鼻のところにちょっと鼻かんだ後の白い。粉みたいなついてるんだけど。そんな。あ、乾燥したのか。そうそうそう。寒かったから。そうそうそう。花のあの乾燥。もう本当ちょこっとだけどね。で、そういうのもなんかすべてが、こう。 愛おしい感じに見えてくるのよね、うん、普通だったらそれ全部隠すじゃないですかメイクもするし血色も、うん、あのなんかあの何て言うの下手したら今ほらもう大体あのね広告とかそういうので使われてる写真とかさ、うん、まあそうじゃなくてもあの普通みんなが上げるねインスタとかもほら大体修正アプリみたいなの通してそうそうなんか肌とかももうジュリョンとなって。 なんかしちゃったりするじゃない。な大きいものを小さくしたり、小さいものを大きくしたり。そうそうそう,そう<ー>だからまあ言ってみればそういうあの今世の中にあって、その全くそういうことをね手を入れない体を見たらどうなんだろうっていうことがやっぱり一つあったわけよね。うん、僕のその見てみたいっていうあの願望の中欲望の中にね。はい、でやっぱりそうやって見てみたら。うん いいいいんじゃないのこれ、ね、みた私もなんかねすごくこう、うん、なんていうのかなその完成された作品を見たらあの伊島さんねその愛おしいっておっしゃってくださいましたけど、うん、なんか自分が目の前にいると思うんだけれど。 なんか全ての人は美しいんだろうなってなんか思ったんですよ自分の裸を見ながら全ての人っておかしいのかもしれないけれど普通だったら恥ずかしいとか隠さなきゃいけないとか,あのねなんか毛は抜かなきゃいけないとかっていうそういうものをいやもうこれだからで。って、うん。 でも別になんかドーンってこう私を見てっていう主張も感じられないしあとその、まあ、裸イコールエッチなものとかねそういう構造も、まあ、世の中、普通にあるんですけれど、うん、あの写真を見てうん、まあ、エロスというものを感じる人ももしかしたらいたかもしれない。でも私自身はモデルとして、うん うん、性的なものとして捉えられることにちょっとね、うん、違和感があるんですよこれまでいろんな写真撮影やデッサン会やってきたけれど、まあ、写真家さんや画家さんによってはちょっとこう女性的なねちょっとこうあの、まあ、セクシーな感じで撮りたいとかっていうのも注文もあってで私もまあ場合によってはじゃここまでならできますとかでもここ,までここから先はちょっとできませんって言ってたんですけど。 なんかその井島さんにとってそのヌードというものは性的な魅力がマストで必ずどこかにあるものだと思いますかいやそれはね僕の場合はあのどっちもあるかなどっちもあるしまあどっちでもないっていうかまあ特にこの「あなたは美しい」っていう作品でいうとまあ実際あの日記がさっき言ったみたいに「あの。 あなたは美しいっていうのは全ての人が美しいっていう、まあ、意味なんだよね、うん、要はねこの「あなた」っていうのは映ってるその人っていうことではなくてねだからまさに二木が感じた感覚っていうのは、うん、もうその僕の作品をすごい表してくれてるんだよね。そう、うん、別にねもともと私が美術モデルをやろうと思った時もなんか自分の,この、まあ、生まれてきた体このもので表現したいなって思って。 たんだけどでもそのねなんかこう可愛い,いお洋服着てなんかにっこり笑うみたいなのはちょっとなんか自分向いてないって思ったんですよ。うん、だとしたらもうなんかもう裸一本でこうなんか勝負じゃないけれどこれだったら私もできるかなって、うんうん、なんか思ったんですよね。大体あの <laughs> ほらエロスっていうね言葉が、まあ、プラトンのね あのー、あれから出てきてる思想から出てきてるわけだけど、うん、まあそのプラトンの使ってるエロスっていうのはあの愛っていうまあ意味だからね言ってみれば、うん、その今日本人が普通に使うエロイとかっていうエロ,エロとはまあちょっと違うというかね<ー>そっちの意味で言うとすごい合ってるかなって思いますけどね。はい、あ確かにねそうだから多分エロ,エロスって聞くとエロイってすぐ私の中でもこう結びついてるんで、うん、えなんだろうな 自分がこの人にはエロいって思われたいけどこの人には思われたくないとか <laughs> なんかちょっとすごい欲張りっていうかでもそのモデルっていうのは見られるもの撮られるもので,で写真家は撮るものでそこでこうあの写真を、まあ、その作品を見てくれる人がいるわけですけれど 3, 3人いれば3通りの裸というものがあると思うんですよ。そうううだね、うんうん、うん 飯島さんはその写真家としてさまざまな方々ね、まあ、あのファッションでもヌードでも撮ってきたと思いますけれどどういう違いがあるんでしょうか人の体を服ありなしで撮ることってどうなんだろうそれはね、まあ、服ある,あるなしっていうのはあんまり僕にとってはそれほど大きな違いはないと思うんだけど。あのー まあ普通は基本服着てる状態で撮るよね、裸になってもらうってことは、うん、もう当然裸が撮りたいってことなんで、僕の場合で言ったら、そこにはあんまり感情はないかな。感情はない逆にそのフォルムが見たいとか、その質感が見たいとか、うん、そういうことだと思う。うん、それはあの曲線美とか、そう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 ,うん、うん、美しいものが見たいっていう。まあそうね、うんうん そうね。うん、そこでその見るお客さん側が、うん、まあなんかちょっとあグッとくるなとかあセクシーだなーって思うことに対しては何か、うん、あの異論はありますか？いや別に異論はないよ、うん。好きなように見てくれればいいよって。とか私がもしかしたらちょっとねなんかまあ自分勝手なのかななんか裸の自分で裸で 表現をすることはすごくいろんなねあの自分の自分に対する発見とかあの制作のうんまあ、楽しさとか喜びとかあったんですけどでもなんかこうエロいっていう風に見られるのにすごい抵抗ずっとあったんですよ、うんうん、だから綺麗な写真っていう風にな撮りたいけれどちょっとなんかねあの石間さんじゃないその他のねあのまあ、世の中の写真家さんいろいろいますけどちょっとなんかこう 俺のののたい裸の女の体っていうのを求められてるのかなって気になると、うん。 あもうすみません、ちょっと帰りますって <laughs> なっちゃったともあるんですけどねこの話を聞いてくださってるる、ね、リスナーの皆さんにとっても、ねまあ、裸というものについてご自身の裸でも誰かの裸でも,、えーね、もう美しいは裸美しくない裸、まあ、どんな裸があなたの、えー、中にあるかちょっと、ね、イメージなどを聞かせてほしいと思っております。うんえー、本日日日ののの明明カレッジは明日の表現学部裸 買ってどういうものという、えー、私に気が体当たりでお届けしております <laughs>、えー、フォトグラファーの井島かおるさんと、えー、ここからはえっ、ー、とですねあのーえー、と女体、まあ、その女の体と男体っていうのかな、うん、男の体について、うん、まあ えー、さんもしくはそのこう世間一般の中でどのような違いがあってそれはなぜなのかということをねちょっと聞かせてほしいのですけれどこれもちょっと私が先日あの先ほどのツイートにつ,なげたもので、えー、つぶやいたものでして、まあ、なぜあの女性の体ばかりが性や美と結びつけられがちなのか男の裸はコメディで女の裸はスケベの対象なのは世の中が男性中心主義だからなのかもしれないし 哺乳類としてもっと原始的な理由があるのかもしれないって <laughs> よくこういう感じでねなんか思ったことをもう脈絡もなくこうポン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 ツイートしてるわけなんですけれど <laughs>、うん、飯島さんはこれまで男性も女性もヌードと撮影されてきましたかあ,のあなたは美しいで言うと今のところ発表したものは2期の,あの作品だけなんだけど、はい、実際には他にも何人か撮ってるし<ー>男性も当然撮ってるんですね。はい で、あ、今日だからその男性のやつ持ってきたんですけど、本当今度ね、あのやっぱり二期のだけだと、うん、やっぱりあの僕の中でもちゃんと完成してないなっていうのがあって、うん、まあ制作費がねあの大きさなんで、結構お金かかった、非常にお金がかかるので一作しかできなかった、ね。や <laughs> っ10メートルのね天人 <laughs> 物ってなかなか大変ですよね。そうそうそうまあただやっぱりあの近い将来、うん、その男性版も同じサイズのものを作って。うん ちゃんとこうこっち側に二期の女性版があって、こっちにもう一個の男性版があってっていうのでそ挟まれるお客さんって感じですか。うん、あの <laughs> 展示したいなと思ってるね。<ー>でそれでね、まあ今日その男性版の方を見てもらおうと思って。ノートパソコンで、はいはい、持ってき私と同じ感じのポーズなんですか。ね、おもうこ、ね、はい。ちょっとこれはね、YouTube でちょっとお見せできないものなんですけれど。<laughs> これは全体像なのね、えー。はい。私と同じその十あの長さ十メートル、メートルぐらい、二メートル以上の高さで。そう。 これあの男性の方があのまあちょっと横向きにね、うん、まあ体をぐいって横に向けてねネ、ね、ポーズを取っていますけれど全部見える感じですね。そうですね。はい。でこれを実際にあの実際のサイズに拡大するとはいあちょっとあのノートパソコ あのマックマッブックでちょっとうわーちっとめちゃくちゃと <laughs> そこでドアップします。あのちょっと待って。一番い世間一般的に一番隠されるところが一番最初に伊島さんの画面でこうドアップされてちょっと今これがやっぱり羞恥心がちょっとわあいてきましたね。あはいあのお顔の方に、うん、あの映してくれましたね。ありがとうございます。これがまあ。はい 目ですよね。はい、この方はええー、日本人のカ。日本人ですかね。はい、うん。やっぱり役者の人なんですけど、ね。役者の方。はい。はい、でもうもうなんかあれですね肌の、うん、なんかよーく自分の腕とか自分の手とか見てみるとその肌のなんていうのあのー、なんつうかこうなんか朝柄みたいに見えるんですよね。まあキメっていうやつだよね。肌のキメが、うん、まあねあのもうこうあの ね、年取ってくると、まあ、どんどん見えてくるわけじゃないですかうん、うん、そういうのをこのキャンバスのキャンバスっていうかその,あの展示物のモデルさん、まあ、ほくろも見えるしおへその周りのおけけもね一本一本きれいに写ってますねあではあでおへその下の方に、はい、移動されて、うん、まあこれをこうやってほら見るとさ、はい、別にその何 <laughs> やらしいとかそういうことじゃなくて、なんか可愛い感じしない？ちょっとね、私的にはやっぱりその男性の、うん、あのこちらをドアップで画面に映させると、やっぱちょっとね、うん、あ、なんかちょっとドキドキドキってちゃう。それはどういう感情なんだろうね。 やあでもねなんか私さっき、うん、なんか私の裸を見てもいいけどなんかエッチな見て見ないでねとかさっき言ってたけど、うん、やっぱり、うん、まあなんだろうなこの男性気をドアップで見せられると、うん、あすいませんとか、うん、やっぱりなんか性的なものにすぐこう結びつけるのは、うん、まあ本能なのかしらやっぱり。逆に言うとそこでその性的な あのこう感情に結びつくっていうことが悪いことなのか、うん、いいことなのか、うん、嫌なことなのか、うん、これどちらかというと好きなことなのかうんっていうとどうなん,などうなんでしょうねこれはちょっとリスナーの皆さんにちょっと写真はねちょっと YouTube のいろいろなあの都合上お見せできないんですけれどちょっと皆さんの意見も聞いてるんですね、まあその。じゃあこう 正規はやっぱりちょっとものすごくこうデリケートで何、うん、てつうの,その粘膜的にも文脈的にもすごくデリケートなところだと思うんですけど、うん、例えば乳首、うん、乳首の話していいですか何年か前に海外発祥のインターネットのハッシュタグで「うん、フリーザニップル」っていうものがあのすごくバズったんですよ<う>乳首を解放しようっていうハッシュタグで,うん、うん、でそれは、まあ、あのインスタグラムとかでそのある女性が、まあ、自分 分の,あのセルフィーをあの載せたら乳首がちょっと写っとた。で、それがあのインスタの規定にあの反してるってことで削除されたんですよでもその,その人は「えちょっと待って男性は乳首を出しても問題ないのになんで女性は乳首出しちゃいけないの?」っていうまあ、今までずっとそれ当たり前だったんだけれど。 インスタグラムとかフェイスブックとか SNS になんかそのなんか抗議の形で「ハッシュタグフリーザニップル」っていうのが56年ぐらい前かな,なんかもっと前かもしれないけどなんかドカーンってあのー広まってで私も当時も、ね、そのモデルやってたんであの自分の,あの,その裸の写真をギリギリ際どらいところまでで,でも乳首は見せないでそこずっとこうモザイクかけて。 で私がこれ私がもし男性だったらこのこの余計なモザイクはいらなかったはずだっていうなんで男性の乳首は良くて女性の乳首はだめだと思いますあのね、うん、面白い話があって、うん、あのこれ僕の,あの知人から聞いた話なんだけどね、うん、えと知人から聞いたというか本で読んだのかな、うん、もうちょっとだいぶ前の話だからはっきりしたこと覚えてないんだけど、うんはい、アフリカにね、はい、その人が行きました。 それでねまあそれはあのー、彼もその写真家なんだよね。うん、でアフリカに行って写真撮ってたんだけどアフリカでね娼婦を買ったんですよ。ううねで娼婦を買ってベッドに入って、はい、それで乳首を舐めようとしたら「はい、お前何してんだ?」と「<う>それは子供用のものだよ」って言われたんだって。うん、バカじゃないのそのその国の文化ではもう <laughs>、うん なんでそこにエロスを感じるの<う>っていうはそういうあれが話があって<ー>それが面白いなと思ったのよは<ー>まあ実際その多分アフリカでももちろんね、うん、今普通に服着てる人の方がほとんどだろうけど、うん、やっぱりもう全然あの裸で暮らしてる人たちもちょっと前までいたわけじゃないそういう人たちにしてみれば別に出してる方も恥ずかしくないし、うん、見てる方もそれで別にねそう おー出してるみたいいに思わないわなけで <laughs> 出してるーとか <laughs>、まあ、子どもの頃とかね <laughs>、うん、なんかそのもうなんかもう半裸状態でこう男も女もキャッキャッキャッキャ泥,泥遊びとかしてた頃でもなんかこう「おちんちん」って言ってなんかしんないけどなんか爆笑するみたいなそう,そ,うそういったところからこうな,なんかねちょっと動物的な何かがあったかもしれないけどでもその国文化によっては。うん まあだからつまりあのーうん、結局そのは恥ずかしいっていう気持ちも、うん、そのい気持いやらしいとかね歪説だとかあのー、そういうこう感情も後から植え付けられてるっていうことなのよ。うん、最初はそんなもの誰も持ってないわけよ。うん、だからそのさっきのあの彼のあのあなた美しいのね彼の写真もそうだし二喜のあの作品もそうだし。うん 僕はあれは本当にあの、別に子供連れてきて、見てもらっていいよって思ってるわけ。あもう私もね、その本当、うん、はそうなんですよ。もう、うん、あの幼稚園生でも、あ、でも実際に幼稚園ぐらいのいいいお子さんがね。うん、あの、私の巨大なあのラタイを、あのお父さんお母さんと一緒にじっと見てて、うん、でもなんか。そこまで興味なさそうでしたね <laughs>、うん。なんか、え、なんかもうつまんないとか。うん、で、も私もその例えばフィンランドのサウナとか。あとあのバーニングマンフェスティバルとかで行って、で、最初はちょっとこうどぎまぎしたんですけれど。 うん、まああの友人の男性とか、まあ、そのまでたまたまちょっとね会っておしゃべりしたあの男性の方とかがまあいわゆるそのフルチン状態でこう、うん、なんか「h e y w h a t s p って感じでこうなんかビール飲んでんですよ、うん、でもその人は一切こう何かこう露出したいって気持ちじゃなくていや今日は気も風が気持ちいいねって感じで <laughs> まあそういう特殊な空間ってのもあるかもしんないけれど。 まあフィンランドの文化っていうのもあるかもしれないけれどうん、うん、私はそこで少しずつあ確かに風が気持ちいいなとかうん、うん、であとこの人綺麗な目をしてるなって、まあ、そこじゃなくて目を見ようって思ったらうん、うん、目を見て人と人として話してあの楽しかったっていう経験をしたらうん、うん、あなんだ裸って全然大したことないな <laughs> でもやっぱり愛おしいなって。 発見があったの、良かったなって振り返ると思いますね。うんうん、まあね、ちょっとあのまだまだあのお話続きますけれど、リスナーの皆さんからえー。まあ、ここまでの話について、もしくはね。裸に対してえー、まあ、考えてること悩んでること、何でも構いません。ぜひ、えー、送ってほしいなと思います。えー、ここで一曲お送りしましょう。エドシーランシェイプオフユー。 明日のカレッジ」。 Ashita no kalechi. Ashita no kalechi. Ashita no college. Ashita no college. Ashita no college. ラジオと YouTube ライブで学びの時間をお届けしています。明日のカレッジ。今日は明日の表現学部として、裸ってどういうものを、フォトグラファーの伊島薫さんと話し合っています。引き続きよろしくお願いします。は,い、はい。まあ、ちょっとね、今日はいろいろ私も、えー、まあ、体を張ってね、ちょっとこう、自分をネタにして <laughs> お送りしているところは、ちょっと緊張してるわけでもないけど、まあ、ちょっとね、なんか今まで自分がここで見せてこなかった、その、な 表体で表現してた頃の話よねやっぱりなんか話してると、まあ、楽しかったしできたらまたやりたいなって思うんですけどなんかね,ね明日のカレッジの2期が「フルヌードグラビア写真撮影!」とかってなると <laughs> ちょっとなんかそう言われたねその世間のなんか「なんかえヘアヌードですか?」とかってなっちゃうのに。 なんかちょっと抵抗感じちちゃうんですよ、うんね、ちょっとばがままかもしれないけどもう飯、ん、島さんはあの、まあ、裸以外にもねたくさんの,写しあの作品を世に出されてますけれど、うん、1994年から2007年と、うん、結構長いスパンでかけた、うんえー「死体のある二重の風景」というこのどでっかい写真集がねあ,のあるんですけれどこれはあの日本よりも海外ですごく評価が高かったってあの昔聞いたことありますけれど。はい どういうういかなんでしょ死体、ね、の,評の違いが、まある20の風景っていうのは1994年から99年まで5年間やってた JAP っていうその雑誌でね、うん、連載してたんですね、うん、この死体シリーズっていうの死体シリーズというよりも当時は女優の死体あ,あ,あ、違うわ、えー、連続女優殺人事件っていうタイトルでやってたんですけど <laughs> まあこれはね一応ねファッション写真のつもりでやってたんです。うんはい もともとファッション写真をその頃撮っててファッション雑誌でねでファッション写真のモデルが死んでても面白いんじゃないのってまあちょっと思いついたわけだねはい過激だでまあこれはちょっと面白いなと思っていろんな雑誌社に編集部に企画を持ち込んだんだけど誰もやらせてくれなかったのよちょっとなんかそれはちょっとないですねではきまうん でも,でもあんまりにも僕はもうそのアイデアがね、うん、自分で面白くてこれ絶対実現したいと思って、うん、それでそのャップっていう雑誌を自分で作っちゃったのその。たためめに雑誌を始めたの行動力でもいろんな、ねあのまあ、有名な女優さんとか、えーまあ、著名人の方を起用されててすごくハイブランドの美しいファッションに身を包んでさまざまなシチュエーション方法、まあ、形で。 死、えーまあまあ、体としてのポーズを取っているそう、ね、っていうあのファッション写真なんで、うん、まずやっぱりファッションがちゃんとしてないとダメなんだよね、うんうん、で、まあ、モデルとしてはでもやっぱり死ぬっていうこともあって、うん、っ表現力が求められるなと思ってこれ女優がいいんじゃないかなと思ったわけ、うん、でただ、まあ、その死んでもらうにあたってじゃあ,あの死んでもらうね死んでくれるんだから、うん じゃあどんな死に方したいかは本人から聞いてあげようと思って。だからまずあのモデルを決めるとその人と会って、はい、どういう死に方したいですかって,言って<ー>聞くところから始めるのよ。その人が理想とするとか、うん、こんな死に方面白いかないとかねって思うことを絵に写真してそうまあ。 全くその通りっていうわけにはなかなかいかないけど、うん、まあそういうところからヒントもらって一緒に考えて、はい、まあ最終的に僕がじゃあこれでどうですかっていうアイデアに落とし込んで、うん、場所とかね、はい、シチュエーションに落とし込んでそれで撮影するっていうやり方でやってた、うん、で5年間で j a ッ p がね、まあ、ちょうどもう、えー、と出版社が倒産したりして亡くなったんだけども。うんうん ちょうどその頃ヨーロッパのギャラリーからドイツのギャラリーから展覧会やりませんかって話が来たわけ、ねうん、でやったらすごい受けたわけ<ー>で他のギャラリーからもどんどん来るようになってヨーロッパで、はい、ドイツパリだロンドンだニューヨークだって<う>でもあちこちでずっとその辺回って展覧会やってたんだけど日本では全く相手にされなくてあらなんかもうしたいっていうだけでみんなもうちょっと話はやっぱりあの学芸員の人がねあの美術館でやりませんかとか来てあいいですよって。 話はするんだけど、あのすみません、上からだめだって言われましたって言って、ポしゃったことも何回かあったり。やっぱりその、そけがれっていうところが、やっぱり、すごく強い、ね、まあ日本人にはやっぱり強いのかね、んなんかこれが、今だったら、意外とあの全然育ってもなかったかなっていう気もするけどね。どうなんでしょう、でも私, <laughs> 私はねその、その当時の業界のこと知らないですけど、なんかその当時より今の方が、もっとその、 まあ、性的な描写とか死に、ね、そういう死体とかそういう描写にすごくこうセンシティブになってるんじゃないかなっていう<ー>だからちょっと冒頭のねそ女湯に6歳の男の子を連れ込むことに対するえまあちょっといろんな意見がわって議論されてるわけで。はいはいはい うんでもそうなんです、ね、私もちょっとね、なんか、あのー、これ、質問ではないんですけれど私ちょっと今日あの今、めちゃくちゃ暑いじゃないですか。で、ツイッターで、皆さん、お家ではどんな格好してますかっていうのを、ちょっとアンケート取ってみたんですよ、ツイッターで。うん、まあその気があの、ね、楽な部屋着か、えー、半裸か 全裸松松はパンツ一丁うん、うん、どうでちょっとなんかまあ面白し半分ね <laughs> うん、うん、もしかしたら意外となんかパンツ一丁で過ごしてる人もいるのかなって思ったら意外と皆さんちゃんと部屋着を着てらっしゃるそうであ<ー>であのアダムサーティンさんがそれに関してちょっとメッセージをくださいまして、うんえー、個人的にはパン一で痛い,いところですし以前はそうだったのですが、えー、この数年子供といってもアラサーですが、えー、子供から下着姿を見せることが性的虐待だ私はずっと我慢していたと責められているので 最低限パンツの荷は短パン上半身は最低シャツを着るようにしています<う>え昔はパンツ1枚で外に出てるおじさんとかよくいたんですけどそういうのは虐待なんだそうですうというあのアダム・サーティンさんからのそんな考え方もあるんだねんまあね、まあ、その何が正しいか間違ってるかってわけではなくてやっぱりそういう、えーまあ、感覚で不快だったり、うん、な,なるっていうことは 昔よりも言いやすくなったのかなって思うんですけれどまあそこに表現者としてねこれからどういう挑戦う人体であるのかあるいは、えー、何か別のものであるか分かりませんけれどんなんか飯島さんが今後うん挑戦してみたいなんだろうねやっぱりその、うん、えっとさっきのね見せる見せないがいい悪いとかねっていう話で言うとね あのやっぱり見ちゃいけないって言われると見たくなるっていうのがあるじゃん人間ってうん僕なんかすごくあるわけです <laughs> だからどんどんそうやってこれは見せちゃいけないこれやっちゃいけないっていうことがで多くなってくると、うん、そのじゃあやってみたいこれやってみたいこれやってみたいっていうのが逆に出てくるんじゃないかと思うのね、うん、だそうするとでもやったらすぐにもう捕まるとか、うん、すぐに人からわーって言われるとかってなってくると。うん もうこれはね一昔前じゃないけどアンンダーグラウンドでやるしかないかなない、うん、それは逆に今度アンダーグラウンドの世界が広がっていくんじゃないかなって気がするね,そうね結局なんかねそういう、まあ、肌を見せたいとかあのなるとじゃあもうアンダーグラウンドに行けみたいな感じになるのも私もちょっとねなんか自分の考えまだちょっと決められませんけど、はい、そ,それはね、うん、本当いいのいい悪いはまあちょっとね別として今ほら 昔、ほらアンダーグラウンドとかサブカルチャーとかって言葉が結構あったけど、今、それが逆にないじゃない、何んでもかんでもオープンというか、どんな情報でもすぐ手に入るみたいなことになってるから。本来は見なくても良かったものを見てしまったゆかゆえに、なんでものを見せたんだってなっちゃったりしてるのかなっていう。 逆に今後またアンダーグラウンドがの世界ができ始めるのかもしれないってい今気はした、ねあねまあ、私自身もね、あの伊島さんが撮ってくださった私が題材となっている作品は、ものすごく誇りに思ってる作品でもういろんな人に見てもらいたいなって思う反面、私がなんかそれを、ね、一方的に見せられて、ね、あの不快に思う人も世の中にあるっていうところをちゃんと。 ししたい尊重したいいい尊重っていう,うん、うん、でもやっぱりここの方心の中ではいやでもみんな裸じゃんっていう <laughs> 別にね <laughs>、うん、加害性を。 うん、加害性を感じたってほしくない性的魅力も感じてほしくない、うん、なんかわがまなちょっとねお時間が迫ってきて本当にちょっと残念なんですけれどじ、うん、島さんは現在ミックスマガジンという新しいプロジェクトにね、はい、あのどんどんやってますけどこれちょっと簡単にどういう、うん、プロジェクトか説明してもらっていいですかはいこれはもう2期にもね、はい、あのインタビューさせてもらいましたけども人種のミックス 国籍のミックスそれからカルチャーのミックスだとかジェンダーのミックスとか、うん、まああらゆるそのミックスな人に、うん、インタビューをする。 えー、ウェブ上ののメディアですねはい、はい、あのー、最近ではねこの TBS ラジオでもあのー、活躍されている「ラブレインボートレイン」の、えー、ドリアン・ロロ・ブリジータさんが本名ではい、はい、素顔で、ねはい、出演されていますよね。はい、はい、ぜ,ぜひぜひ,ぜひねあの伊島薫さんのプロジェクト「ミックスマガジンも」も、えー、興味の方はぜひチェックしてみてください。えー お時間です、はい、今日は遅くまでどうもありがとうございました <laughs> いやいや写真家の井島かおるさんでしたはいありがとうございますありがとうございました tbs ラジジオからお送りしています明日のカレッジ、えー、先ほど10時台はフォトグラファーの井島かおるさんと裸ってどういうものといろいろトークをしてまいりましたが皆さんの中の裸に対するイメージ何か変わりましたでしょうか変わってねえよっていう方もいるかもしれませんけれどぜひ聞かせてください、えー、匿名希望なりさんからいただきました私も過去カメラマンの卵にヌード写真を撮ってもらいました その人とは過去にお付き合いしていたという過去があるものの写真を撮ってもらった時はお互い他の彼氏彼女がいました。そこにあったのは「作品作ろうね」でした。出来上がった写真を見ましたがそこにあったのはエロさというより「 優しさとぬくもりの信頼感でしたいろんな意見の人がいると思いますが芸術という点においてはお互い,がお互いが納得していれば問題もないなと思います、えー、その方とは年月を経て連絡は途絶え結果その作,作品はもらえませんでしたが今となっては20代の自分のその写真手元に欲しいですものということですあ欲しいですよねいやその作品手元にないのか えーちょっとなんか何とかしてその人を見つけ出してあの時の写真よこせっていうのはちょっとねあのやりすぎですかねでも私自身も伊島さんの作品とかねあのまあ他にいろいろなえまあフォトグラファーのたまあ卵さんだったりえまあ画家の卵さんだったりえまあ実際にもプロの画家さんもいましたけれどなんかこう自分がもうしわくちゃのおばあちゃんになって。 時になんか改めて見返してあの「おばあちゃんが若かった頃の写真だよ」みたいなねことをなんかや、まあ、いるかな何かあの孫,孫にねそういうなんか言えたらいいなっていうなんかちょっとそういう淡いなんかイメージがねずっとあったんですよね。ねなんかあの頃の自分ねあの,あの頃にしかなかった自分を残せるっていうのがちょっと憧れだったのかな。えここさんからも頂い,いてます。裸 見る人のフィルターによって変わるのかなと思います一個人の意見としてはその時代の記録記憶に残る芸術に思うちなみににきさんのはかっこよく思えましたよということですありがとうございますはい、えー、川千尋さんからもいただいてます男女同権が叶い社会の歪みがなくなった後に残るエロとか芸術とかどんな風になってるかな それも気になります、はい、やっぱどうしても自分の中ではねこう自分の見せ方見られ方をねなんかこう、うん、コントロールしたが,がってるところはまだあるんだろうなーなんて思うんですけれど、うん、ちょっとねまあ自分と向き合いながらのんびり考えていきたいと思ってます。あとね、まあ、いつかいつか機会があったらまたやりたいな美術モデルとか、うん <laughs> あーのーまあ、そのうちね、はい、何十年か後にもたやりましょう。はい <laughs> 本日は月曜日ちょっといいこと短歌まだまだ募集しています。今日はちょっといい言葉というテーマで募集しております。TBS の南波雅俊アナウンサーも参加してくれますので皆さんからのちょっといいこと短歌お待ちしてますす、えー、そしてここでででね番組かららのお知らせです。 って言うとね、ちょっと一部のリスナーさん、えお知らせ何ドキッて <laughs> えなるかもしれませんけれど、大丈夫です。大丈夫です。いいお知らせ。ワクワクするお知らせ。ポジティブなお知らせでございます。えー、私、キリマンス塚本2期が担当する月曜から木曜の明日のカレッジ。えー、来週7月4日月曜から、ちょっとバージョンアップっていうかアップグレードになりました。 えー、心強い相棒、バディーたちを迎えて、えー、もっと気軽に語り合える自由で開かれたカレッジにしていきたいという、この、えー、来週月曜日からのバージョンアップ。えー、ですね、えー、まずは7月日替わりで登場するバディーのお名前をご紹介しましょう。ノーユースノージャパン代表の農場桃子さん、環境活動家の つゆきしーなさん、NPO 法人あなたの居場所理事長の大空幸喜さん、アズループのメンバー、中健さん、臨床心理士、公認心理士の三田らしかなさん、えー、アンアクションのメンバーで環境アクティビストの黒部みつみさん、 ロサンゼルス出身で YouTuber から転身したピン芸人のワッキャイさんと、えー、これまで明日のカレッジにすでに登場してくださった方々、これからはバディーとして十時代を中心に一緒にお届けしていく。 ということになりました。えー、とっても楽しみです。今までね、ずっと私一人がここで、えー、まあ、このマイクとカメラに向かってね、こう、なんか、一人ボケツッコミずっとやってたんですけど、これからは私のボケに突っ込んでくれる、もしくは私が突っ込めるボケをしてくれる、というバディが。 つき直す。めちゃくちゃ楽しみです。はい、えー。そして新コーナーもスタートします。明日のカレッジが注目するあらゆる分野の若きチェンジメーカーを紹介するネクスターズルームそして今知っておきたい話題について優しく教えてもらうコーナーメンターズボイス。 はいこちらもこれまで明日のカレッジに登場してくれて様々な話題を解説してくれたスペシャリストに登場してもらいますちょっといい明日を目指して一日の終わりより気軽に集える場にしていきたいと思いますので、えー、どうぞ来週7月4日からも新しい 明日のカレッジよろしくお願いいたしますお知らせのあとは私からはアメリカの最高裁が中絶の権利を覆した判断についてえそして TBS ラジオの崎山俊哉記者に「クルドの食卓」という本から埼玉県川口市で暮らすクルドの人々についてお聞きします。 Ashita no college.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  カレリ「ジ。明日のカレッジ」ここからはニュースコーリングえまず私ニキが最近気になったニュースを一つご紹介しますまあこれはあれですねえ先週金曜日からまあ話題になっていますけれどえ中絶の権利を認めた49年前の判決をえこの度アメリカ連邦最高裁が覆した という、まあ、この判断が大きなニュースになりまして、まあ、これまでもね「明日のカレッジ」では、まあ、そのまさにこの論争が真っ盛りだった時に取り上げたりしましたけれど何というかまあとうとうやっぱりうん起きてしまったかという気持ちでございます。 えー、今回私ニューヨーク・タイムズの報道を中心にいろいろ調べてまとめてまいりました、まあ、あの簡単におさらいしますと、まあ、今回の、まあ、この、えー、判決判断はですね、まあ、今に始まったことではなくもう何十年も前からアメリカで起きてたプロライフとプロチョイスの間の、えーまあ、壮絶な戦いといいましょうか、まあ、プロライフという人々は命を大事に えー、つまり何よりも胎児の命が優先されるべきと主張して中絶に反対する人々それに対するプロチョイスは、えー、出産するしないはあくまで本人が決めるべきだそのための権利が認められるべきだと中絶の選択肢を支持する人たちのことです、まあ、今回はプロライフの人たちが、えー、望んでたことになったわけなんですけれど、えー、今後ですね、まあ、この判断を、えー、経て 今後、まあ、早ければ、もう来週、再来週には、 始まっているこの中絶のを禁止する法律が各州で今まさにも進められているということです今後は26の州で中絶が禁止されるもしくは非常に厳しく規制されるということが予想されていますアメリカ全部で50州ですからその半数以上で中絶という選択肢がなくなってしまうということなんですね、えー、ちょっとそれに加えて少し調べてみましたが アメリカで最も貧困率が高い10の州、まあ、トップ10の州のうち、9つの州がこの中絶禁止リストに含まれています。ミシシッピ州やケンタッキー州など、まあ、経済的に困窮している人々が多く暮らす、えー、地域で中絶ができなくなってしまうということはいろいろな経済的、健康的、社会的な問題につながるだろうと懸念されているそうです。 えそしてこれまで中絶を行ってきたクリニックの多くは、 ただ、中絶だけではなく、様々な医療ケアを提供してきました。まあ、産婦人科医としてね、まあえー、まあ、妊娠の検査でしたり、性感染症の治療でしたり、いろんな医療ケアを提供してきたけれど、まあ、この法律が、えー、各州で変わっていくと、もしくはその社会的なもうプレッシャーが高まる中で、もうすでにもう、えー、閉鎖されているクリニックもあるとのことですが、中絶だけではなくて、 他にも必要とされてた医療ケアがいっぱいあるのにそれがなくなってしまうとその地域の人々に必要とされる医療ケアがまあ少なくなってしまうんですよねあの単純計算として。でアメリカでは医療保険というのは決して当たり前ではない社会ですので低価格で。 えこういうい医療ケアが受けられるのはすごく貴重なったわけなんですで。そして妊娠中の異常によってどうしても胎児あるいは母体にリスクがあるとなった時にすぐに中絶を、えー、できるかどうかというのも、まあそのね、命に関わることなんですけれど、まあ、これが今後できなくなってしまうというなんとも、えー、皮肉というかねちょっとこうことが起きています。えーまあ、アメリカではあの手術 手術,手術だけではなく経口中絶薬も一般的な、まあ、中絶の方法なんですけれどこれはあのネットで申請してえ郵送で受け取ることができる経口、まあ、薬なんですピルなんですねでこれはもともとクリニックに行かなくてもいい形で自宅で、まあ、安全に医師の診断を受けながら中絶をすることができたんだけれど、まあ、今後テキサスやウェストバージニアで、えーまあ、中絶をねできなくなってしまう州で 中絶をしなければならないという人たちは、まあ、一つの選択肢として、高いお金を出して、仕事を休んで、中絶が合法の州まで飛んで、誰にもバレないように、手術、手術を受けるか、自宅で違法なまま、犯罪者になるリスクを犯して、えー、その、 方法を選ばなければならない。まあ、今回の最高裁の判断によって多くの女性や少女が命を落とすだろうと警鐘を鳴らされているのは、このね、経済的、身体的、精神的に中絶を必要としている人たちがその選択肢を奪われてしまうと。まあ、アメリカではね、あのー、本当におぞましい象徴なんですけれど、針金ハンガー。 というね、ものを使って、えー、自分で、まあ、走破しようとしてた人が多く亡くなったという過去があります。その時代に戻ってしまうのかという、本リアルな恐怖心がアメリカで高まっているようです。まあ、これに関しては各国の首相、まあ、カナダ、フランス、イギリス、デンマーク、そして国連の人権高等弁務官などから、まあ、批判のコメントも来ていますし、えー、イギリスで開かれたグラストンベリーフェスティバルでも、えー、ビリー・アイリッシュやオリビア・ロドレゲス、 そしてイギリスのイリー・アレンなどが、えー、とてもリアルにこのグラストンベリーで、えー、この怒りをあらわにしていました、まあ、一番わかりやすい言葉ですね、まあ、あの F ワードをねめちゃくちゃステージの上から絶叫して、えー、で観客が、まあ、歓声を上げるというシーンが繰り広げられていましたが。 まあ各国のアメリカ大使館前で抗議デモが行われるなど、国際社会の一般市民たちも、アメリカのこの今の動きに怒りや戸惑いの声を送っています。まあ、今後、中絶だけではなく、否認薬や同性婚など、LGBT の権利なども、これから覆されるのではないのだかという心配も高まっているアメリカの今後の動き。ちょっとここは本当にね、もう、個人的に、 注意深く追っていかなければなと思っております。えー、ここでこのグラストンビリーフェスティバルでオリビア・ロドリゴがリリー・アレンと一緒に送ったこの曲をお聴きください。ラジオフレンドリーバージョンでお送りします。以上、私ニキが気になったニュースでした。 明日のカレッジ。ここからは月曜日おなじみ TBS ラジオの崎山俊也記者にお話を伺います。崎山さんこんばんは。はい、今週もやってきてしまいました。あらですなんかお疲れですか。あいや全然もうあの元気ですよ。夏末もいつものように。 あの路上生活者とかのワクチンをちょっと打つお手伝いを、はい、受付のお手伝いをして。はいはい、でその後推し活をしてました。あら、暑い中お疲れ様でした。で意外と毎年毎,毎週変わんないな言ってることはいかん。<laughs> まあいいや。<laughs> え、ちょっとあの、あの推し活の話よりも、あの、うん、路上生活者のお話し、ちょっと一瞬聞いてもいいですか。うんはい、この炎天下で、皆さんだ、だ体調大丈夫ないでしょうか。でも、もちろんだから、あの例えば、もし副反応が出た場合に。うんうんうん 路上は非常に厳しいわけですよね、うん、なのであの私が受付をお手伝いしたのは豊島区とあの国際協力の NGO の世界の医療団とか、まあ、協力してやってるんですけど次の日にあの路上生活者は別にどこの窓口にとか言われてもわからないことも多いので、うん、いつもの立ち出しのあの公園の横でと、はい、あの待ってますからと、うん、もし健康次の日ちゃんとあの副反応が出た場合の相談窓口もちんと。 設けています、はい、いつものあの場所でっていうのが大事なんです、ね、そうですだからあの立ち出しの場所であの立ち出しと並行してというか、はい、でまあ実際打つのは保健所にちょっとすぐそこに保健所があるので立ち出しの公園のそこに移動して打つんですけれども、うん、はいそうなんですな、ね、らそれのまあちょっとお手伝いですね、うん、それはまあはいはい、はい、やってました。 他にも、ねあのーまあ、いつもいろんなところで取材されていますけれどああ、まあ、取材なんだかただふらふら手伝っているのかよくわからないんですけど最近はどんなところに行かれてましたああこのこのまさにクルドの今日持ってきた「クルドの食卓」というまあ本。 これね、クルドの料理という本ではないんですよそこがまあ大事なんですけれども、うん、あの表紙がめちゃくちゃ美味しそうな料理をてますあこれはヨーグルトとキュウリのサラダキュウリのサラダかなに<ー>ヨーグルトを使った野菜のサラダっていうのはまあ多いんですね、うん、あのクルドの料理は、はいはい、そうですね料理の本ではないんですかで料理のレシピもここに載っており食材と33のレシピの大公開ですが、うん、プラスアルファ料理教室から見える世界 食事にまつわる女性たちや10代のトークも収録とうーんあのだから食卓つまりクルド人の暮らしですよね、はい、料理を入り口に暮らしを知ってほしいということなんですが、うん、著者の中島さん自身がですね川口市在住、うん、ここに隣人のってありますよね隣の人隣人の、はい、つまりクルドの人たちが住んでるのも同じく埼玉県南部の川口市や蕨市、うん、つまり中島さんにとって隣人の 料理あるいはその暮らしを紹介したいということで、はい、こういうタイトルでありこういう帯に隣人と書いてあるどっか遠い国の珍しい食べ物というよりは、うん、はっきりで近場のというかご近,ご近所さんの料理をでもまあ意外と知られていないのでそこは紹介したいですねと、うん、いうことなんですね。はいであの中島さん今は月1回ぐらいかな自宅で料理教室開いてるんですけれども、うん、この私が行った日はあ先月か。 かあのー、クルド人女性、川口に住んでいるが、ボランティアで手伝って、うん、でこの本に、番最初にですね、カトマジャペニールカトマジャ・ペニール,カニール。カトマジャ・ペニール。 何ですかその地元のチーズを挟んだ半月状のクルド風ピザおいしいやつだそうですねちょっと見るとあの今ピザの何かを挟んでるとこ写真が出てるんですけどなんかそのピ,ピザの土台みたいなところにいろいろ載せてるんだけど、うん、これをあ半分に挟むんですねそう,そ,うそうですねまずペラペラにこの綿棒みたいなのでこう伸ばして,伸ばしてでチーズとかこれ見ると緑っぽいものが多いじゃないですか緑

あ <laughs> ちょっとなんかマにならない。大丈夫大丈夫大丈夫すごい綺麗に出たた。ね次はこれやるね。これね。ねとこれをヒュッてやってでっちからて力あ,あ,あんまり入れてない。力あ,あんまり入れてない。入れてないんだ実は。<laughs> さっきもさん結構ししごかれてましたね大丈夫大丈夫と言いながら笑われてるような気がしなくも <laughs>、はい、まあ難しいというか、まあ、やっぱり慣れないとね私以外にも3人いらっしゃったんですけど参加者は、はい、まあうまくちょっとうまくできる方もいれば私と同じでなかなか苦心してる方もいたんですけれども、うん、こうやってあの料理をしながらそして同時にそのいろんな話ができるのが結構その料理教室の良さなんですね。うんうん 例えばお米は食べますかって素朴な例えば質問、まあピラフみたいな形では食べるんだけどやっぱりパンがパンっていうのはこの場合あのナンみたいなやつですね小麦粉で薄っぺらいね、はい、我々の思うパンとはちょっと違うんですけれども、うん、でもパンも例えば町の人は朝パン屋で買うと、はい、で村の人は あのパンをたくさん自分で作ってで保存しておくと例えばそういう違いとかですね<ー>クルノの人ってその基本的にはもともとは遊牧なんですねんだからまず乳製品がよく使うこの、ね、表紙がチーズヨーグルトを使ってる、はい、で今のカタマジャペニールはチーズでしたよね。はい、でも肉はあのイスラムだってこともあって羊や鶏が主なんですけど。うんうん あと野菜をね結構乾燥させて気候的に乾燥してるとこなので、はい、乾燥させて保存して天日干しかなんかで乾燥させてるんで,すかで,すで戻して使うと、えー、あとまあいわゆるみんながあの香辛料だという例えば唐辛子だったりニンニクだったり、うんうん、そういうものも使うんですけれどもうん、うん、クルろの人がよく使うよってのはサルチャっていうねサルチャ、はい、トマトを発酵させた なんか美味しそうトマトを発酵させた豆板醤みたいな見た目ですか見た目はそうですでも豆板醤みたいに別に激辛辛くは激辛でもないか豆板醤はまあまあそんなに辛くはないですねあとスパイスっていうのは辛いスパイスじゃなくて香辛料のスパイスいろいろそうですね料理に辛いものももちろんあるんですけれどもどちらかとその香辛料とかあとミントを乾燥させてっていうのは調味料的に使ったりと。 いううのが特徴なんだそうですね、えー、であのこうやって、まあ、いろんな料理作りながらいろんな話が出ましたこの日もですねもうその例えば学校のママ友がなかなか最初はできなかった子供はどん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 日本語が小学校になって、うん、できるようになるけれども、うん、お母さんたちの付き合いが。そね、で,、ね、でその女性の話だと。 ちょっと学校はやっぱりなんか壁を感じたけどサッカーチームに子供を入れるとサッカーチームの、ね、お母さんたちはサッカーを通じててもあるのか<ー>あの割と交流できたただそれでもやっぱりどうしても女性はその外に働きに出ている人たちあのまあ主に男性になっちゃうわけですけど、うん、あと子供は学校で日本語を覚えてくると、うん、で女性は日本語をなかなかやっぱり覚えられない覚えにくい面があるので。 こうやってこの料理教室もあのクルド人のブクルド文化協会というところもやってて中島さんはそこに最初参加したのがこれのきっかけだったんですけど、うんはい、今は中島さん自身がやってますしあとその川口市のカフェブックカフェここ芝とってところあるんですけど、うん、あのここ芝ではその親教室親ってあのスカーフにこう縁のほうにあのつけるものを、はいまあ、手芸で編むんですね。 その親教室っていうのもやったりということで女性にもどんどん外に出てきてこういうママ友じゃなくてもいいけどいわゆる知り合いを作る、うんね、人たちと交流できるっていう機会お料理だったり手芸だったり川口市とかね、まあ、あの日本にお住まいの方々もクルドの文化知りたいなって思っている人たちがねそういうところにアクセスできたら。 あのね、あのクルドの方々も日本語を覚えるチャンスになるし、日本人と触れ合う機会ももらえるしそうですねで、うん、クルドの人の特徴は2000、たぶん2000人ぐらいいるんですけれども、うん、ほとんどの人がこの川口市、それから隣の蕨市を中心としてあの、埼玉県の南部に住んでいるんですね、ほとんどが。で、あのよく、例えば最近だと映画のマイスモールランドとかあって。はい あのとりあえずトルコからビザのいらないあの日本なんですので、まあ、日本にやってきて入国はすんなり行くんですがその後難民認定は基本認められてないで在留資格も更新できないそうなると働くこともできない、うん、移動の自由もない健康保険もないといった、まあ、非常に不安定な状態で暮らしているあの。中島さんの言い方を借りると いるんだけど、いない扱いを受けてると。でも中島さんにとっては隣人であり、うん、確かにそこにいるわけなんですよね。で、あのー、だけど、こうやって料理教室、あるいは手芸教室、料理教室のね、女性はこんなふうに話してました。私、すごいやり,やりたいことね。自分の文化がある日本人と一緒にやる。うん うん、あ、ね、うん、クルドの人たちの文化をね、こうやって一緒にやって、今まさにね、崎山さんがおっしゃってたことを、まあ、クルド人の女性の,あのボランティア講師で、ね、この料理教室やってる方、そうなんです、だから自分でもいろいろやりたいあの、なんていうかな、あの確かにマイスゴーランドなんかでも描かれたように、大変な方も多い。一方で 何らかの形ででを得てるる人も結構いるんですねそれは裁判をあの起こしてで特別在留許可みたいな形で在留資格を、うん、あるいは日本人だったり永住定住者他の日本にルーツがない人でも永住定住者いますから、うん、そういう人と結婚して在留資格を得た人もいますからその中にはもう例えばそのケバブ屋さんとかね、うん あの起こし、あのやってて、あるいはいろんな解体事業と解体業とか、そういった会社を起こして活躍している方もいらっしゃいます。はい、東京外国語大学にはクルド講座も今はあるんですね。うん、なので、その辺も含めて、どんな暮らしをしているのかということを、まあ大変なのは事実で、大変だな、うん、あの、ものすごい苦労してるんだなっていうのは分かった上で、隣人としてということなんです。あの、これ、ブナの森という、やはり同じく川口市の出版社。はい つまり隣人の方を出してるわけなんですけども、うん、その方は実はそのさっき名前が出てきたカフェ「ここばというカフェも共同経営者でもあるんですなのでその中島直美さん著者とこの本を企画した小倉美穂さん編集者でもありここばの店主でもあるんですがえ今に共同経営者でもあるんですが、うん、ちょっとその話聞いてください。彼女たちがすごい喜んででるので それが一番かなみたいな、あのーね、いるのにいないことにされてる人たちが自分たちのことを取り上げてくれる本があるっていうのはここに暮らしているクルドの人たちの食卓なんですここに暮らしてる人たちがいてできた本ですね。 実際にあのここに来ているクルドの子供たちのお母さんとか私も含めてお付き合いがきっちりある人たちがああじゃないこうじゃないって口を出し合ってできた結果がこれかなと思っているので川口のねこの場所であの本当に店から外を眺めているとクルドの人たちが買い物に通りかかるみたいなところなので来ていただけたらまたそれはそれでとても嬉しいですね。 いやあの以前にもねあのリスナーさんとお電話でちょっとこうおしゃべりした時にワラビスタンって呼ばれてるとかねそういうあのちょっとローカル情報をいろいろ頂いてえちょっとこれはもう自分の目,目足で歩いて自分の目でなんか。 体験したいいいなっってすすすごく思思たたんですよ、ねうんそれもででででよもきる範囲とうだ、そのこの場所でできた本ですから、はい、あのこの場所のクルドの人たちとその隣人である中島さんや小倉さんが一緒に作った本なのでぜひ例えば八百屋さんだとさっきったパセリが結構売ってるわけですよ。うん、これはクルドの人たちが買うこと分かってるから日本の普通の八百屋さんでも。はい あるいは赤キャベツキャベツは赤キャベツをよく使うんだそうで<ー>これも同じくですねその辺りの八百屋さんでは多くありますしクルド人が経営するハラールの店もありますし、うん、バングラデシュとかの方のハラールの店もクルドの人たちも満足できるような品揃えにしてるとかね、うん、あのこのここ島でもあの子どもたちが宿題を教わったり、ねうん、してることもあるんでそれが普通の光景。はい なのともうちょっと知ってほしい、うん、というのもあってこのクルドの食卓という本を出したんですねはい、ブナの森から、ええ、だからもちろん料理を楽しんでいただいてお菓子も美味しいんですよ、うん、あ、スイーツですかスイーツいやいいなーここ島ではたまにクルドスイーツパラダイスという <laughs> 基本<ー>空気を読みながら食べ放題というどういうこと <laughs> 食べ放題でも空気を読んでくださいという楽しいスイーツのイベントもありますのでぜひあのあのこれをまず読んでいただいて、うん、その次には日木さんも今もしできればと言ったようにちょっと足を運んでみるできる範囲でいいと思いますのでお腹と頭と心からいろいろクードの文化を吸収してみたいですね。はい、はい 崎山さん、どうもありがとうございました。はい、した以上、明日のカレッジニューサンドコーリングでした。この後は、時恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですかです。 時計学園コムグループプレゼンツ。あなたのあなたのあなたの夢は何ですか。こんばんは浜谷健次です。この番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介しています。あなたの夢は何ですか。今日の夢追い人はこの方です。はじめまして東京スクールオブミュージック専門学校渋谷で。 研究科で学んでいます香川エリカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。香川さん研究科っていうのがあるんですか。<laughs> はい、そうなんですよ。<ー>一回一回卒業されてまたみたいなことですか。そうですね。一回えっとドラムプロフェッショナルコースっていうはい、はい、ことドラムの専攻の二年生のコースにいたんですけどそこを卒業してで再入学っていう形で研究科に。 通っています。な年はお伺いしてもよろしいですか。はい。今20歳です。20歳で出身はどちらになるんですか。出身が広島県の福山市というところで。広島県。はい。広島県福山市というところで。はい。この福山ではガールズバンドローズエンジェルというバンドを組んでいて活動されている。 そうですね活動してました、ね、あこれはしてましたのです今は。こう地元を離れるときに一回卒業っていう形を取らせていただいて、はいうん、今はちょっと応援する側に回ってます。あそうなのメンバーはまだいらっしゃるんですか。<laughs> そうですねメンバーはみんな残っててでえっと結構変動があるので、はいはい、こう結構メンバーがみんな主婦だったりとかえそうなの学生だったりとかこう結構アマチュアではあるんですけど。 いろんなところに出向いても演奏したりって感じなので結構、変動がやっぱこの各々の都合であったりはするんですけど基本的に10人から12、3人をこうキープしてうわ想像してたのと違うあ本当ですか, <laughs> なんか2 3, 3人、4人ぐらいのバンドだと思ったらそうもう大状態で,そうなんですよブラスバンドって言ってあのトランペット、トロンボーン、サックスであとキーボード、ベースドラムとかだったりなので結構、トランペット3人トロンボーン2、3人サックスも2、3人。 でドラム、キーボード、ベース一人ずつみたいなの<あ>編成なので、結構大状態です、ね。大状態ですね。だから、はい、ブラスバンドちょっとイメージした方が近いのかな。そうですね。ガールズのその方が近いかもしれないです。ええ、香川さんはそこでおおいくつの時に、うん、そこのローズエンジェルにいたんですか。えっと入ったのが中学校一年生の二月なので、まあ十二三歳の時からやってましたね。えー、中一から。<laughs> はい。そうローズエンジェル活動して、でステージ立たしていただいてるうちにこう。 みんなが笑顔になってる姿とか、うん、こう笑って乗って楽しんでもらってる姿とかが自分にとってすごく嬉しくて、うん、自分の音楽でもっとこうやっていろんな人を笑わせてあげたりとか幸せにしてあげれるならいいなと思って目指したっていいうのはすすごあありますね、はい、さあそして香川さんが通っている東京スクール・オブ・ミュージック専門学校渋谷研究科 ですね。うんはい、こちらについて、もう少しお話を伺いましょう。はい、この学校を選んだ最大な理由っていうのは何ですか。そうですね。この学校を選んだ理由は。うん 好きな先生がいたからか<ー>好きな先生を見つけたから好きな先生を見つけたの最初から知ってたの、はい、いやその先生のことは知らなかったんですけど、うん、オープンキャンパスその学校のオープンキャンパスに行った時に先生と出会ってん、えー、なんていう先生あの有田先生っていう先生がいらっしゃるんですけど有田先生と出会ってどういうところが好きになったんですかなんかすごい理論的に物事をすべて考えてる人で、うん、この叩き方はここがなってここがなってこうなるからこういう叩き方がいいんだよとか なんかこう、一つ一つ全部説明してくださるんですね。うんうん、私が結構、こう、物事を考えて進めたい。こう、結構反射的に行くっていうよりは、ちゃんと考えてから、行きたいっていうタイプなので。はいはい、その先生の教え方がすごい、自分に合うなと思って。まあ、じゃ、私、この先生の下で勉強したら、絶対成長できると思って。うん、その先生の下で勉強したいって思いました、ねはあ。で、今、この研究科では、どんな勉強されてるんですか。か研究科では、えっと、今、まあ、基本は、こう、ドラマなので。うん ドラムに関する勉強アンサンブルでみんなと合わせたりとか、はい、プライベートレッスンで自分の悪いところとかを直していくっていう授業がメインなんですけどあの自分の興味があることを取れる過程なので、うん、えっと今はレコーディングのエンジニアだったりとか、うん、あと DTM っていうパソコンで作曲したりとか、はい、あとは、えー、っとキーボードを勉強をしたり、はい、あとコーラス をみんなでこう歌ってハモってっていう授業を取ったりとかしてます、ねえー、これあの <laughs> ドラムプロフェッショナル専攻でやってた授業と今、研究家で学んでいる授業というのはやっぱ全然違うんですか、うん、その延長線上にあってこのレベルが高くなるみたいなニュアンスですかそうですすかそうねやっぱ先生方も知ってる先生方ばかりなので 2>,、うん、ここ2年間教えてくださったことをもとに、うん、ここさらにレベルアップしていこうっていう。うんうん こう授業の組み立て方をしてくださっているので、うん、結構こうハイレベルになってきてるのかなと思ったりもします。ええー、この卒業してそれで満足しなかったんですか?。そうですね。もっとやっぱや,やれるとこまで、自分が後悔しないようにやりたいと思って、はい、残りましたね。はいさあ、香川さんのようにですね。ミュージシャン目指してるね。後輩たちたくさんいらっしゃると思います。ぜひちょっと香川さん、今の立場からね。はい、アドバイスを後輩たちにお願いします、はい。はい。えっと、自分がその興味があることだったりとか。 好きなことをこう徹底的にこう深く掘り下げていってほしいなと思っててあ,のあと続けることってすごい難しいことだと思うんですよそういう好きなことがあるにしてもこう何か絶対壁が立ち向かってきたりするんですけどそれに負けずに続けるってことがすごい大事だと思ってて。 私も中学校からずっと続けてきてそれを実感しているので、うん、みんなもこうあ、もしかしたらだめかなって思う時があるかもしれないんですけどそれをこう乗り越えることできっとみんなの人生にも生きてくると思うし強くなれると思うのでそこはこう負けずに頑張ってほしいいなと思います、うんはあ、え、川さんなんかさ中1でそういうい大人たちが組んでるバンドに入ったりしてさ。うんはい なんかちょっと順風満帆というかエリートボスで来ているように思いますけど結構、壁とかはあったの吉野でしょそうですねそれこそ、あのーまあ、入った時はやっぱ大人に囲まれてだったので怖くて、うん、もう隅っこでもう無理無理ってなってた時期もありますし、うん、あ,あと途中、ちょっと病気をした時もあって思うように動けなかったっていう時もあるので。うんうん その時ももう人生ダメだって思ったりしたんですけど、うん、それも負けずに頑張って今ここに来てるので。うんうん、なるほど。諦めないで,で続けるとね、はい、今みたいな結果が出てくるとは。はい。さあ、そして香川さんもっと大きな夢あるんでしょうか？聞いてみます。香川えりかさん、あなたの夢は何ですか？はい、私の夢はいろんなジャンルのこうレコーディングだとか。 ライブとかでで呼んでいただけるサポーートミュージシャンになることです、うん、なるほどね。それこそ今いる学校の先生方とかうん、うん、結構こうすごい先生方いるので、うん、そういう先生たちといつか同じ場所に並べるようになれたらいいなと思ったりします、ねうんうん、お笑いもそうですけど同じステージに立つとなんかもうそれだけでちょっとねあやっとこの同じ人のこの人のステージに、うん、<laughs> まさにステージってねそういう意味で言うけど。うん この同じステージに立てたなみたいな感じになりますもんねなりますね、うん、ぜひその夢実現させてくださいありがとうございますはいこの番組は YouTube でもご覧いただけますあなたの夢は何ですか TBS で検索してみてください今日の夢おびとは東京スクールオブミュージック渋谷研究家でドラムを学んでいる香川恵梨香さんでしたありがとうございましたありがとうございました 明日のカレッジちいいちいい。ちょっといいこと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 短歌お休み前のひとときちょっといいことで一日を褒めくくりましょう立教大学の学生たちとのコラボレーション企画「ちょっといいこと短歌」案内人のキニマンス塚本にきです 毎日のちょっとしたいいことを単価にしてお送りします、えー、今週は月末ですのでお題がございました言葉にまつわるちょっといいこと単価をご紹介します、えー、本日は TBS のナンバーマサトシアナウンサー少し遅れていらっしゃいますので、えー、まず私の方からご紹介させていただきます、えー、それでは参りましょうまずこちら引きこもり子さんのちょっといいこと単価です 引きこもり寄り添い応援ありがとうこじらせを卒業高校に入学 <laughs> 嬉しいなこれはあの以前ね何度かメッセージくださった短歌も送ってくださった肥後森子さんですが、えー、感謝のメッセージいただいております。いろいろとこじらせ 引きこもりになった私ですが、ニキさん、タテツさん、リスナーの皆さんからの私に対しての寄り添いメッセージや応援メッセージのおかげで、引きこもりから脱却して高校入学ができて楽しい高校生活を送っています。とのことです。よかったー ねえ、あの、高校生活ね、まあ、ああの、いろいろこれまでと違う世界かもしれませんけれど、ね、あの、なんか辛いこととか、あの、悲しいこととか、辛い、なんか疲れたなぁと思ったらね、またいつでも明日のカレッジ遊びに来てください。はい、あの、疲れてなくても遊びに来ていいんだよ。うん。でもね、高校の方がね、楽しいかもしれないけどね。はい、ありがとうございました。いやー、嬉しいね。 はい続きましてこちら心持さんからいただきましたちょっとといいこと短歌ですラッキーと名付けて毎日何度でも幸せ呪文を唱える仕組みはい、えー、こちらですねメッセージ来てます。 ついいてない人類滅亡しろなどが口癖だった元夫に言わせようと言霊効果を狙ってペットに名付けましたあ、ラッキーラッキーってこう毎日何回も言ってるとなんかちょっとそういう気持ちにねなんかいいことありそうって気持ちになるっていうそういう言霊効果かなあーでもすごいわかります、ね、あの「言霊」って私すごく信じてますけれどねあの「思っちゃっても口に出すのってちょっと違う」って からね、作り口に出したらもう取り戻せないからねはい、まあ、あのラッキーラッキー毎日ねあの口ずさみながら、はいえー、ラッキーな日々ぜひ過ごしてほしいなと思っておりますありがとうございます、えー、続きましてこちら「S さんのちょっとといいこと短歌です言葉という銃声やまぬ一日も湯船の底に沈む静寂」。 えなんかちょっとめちゃくちゃなんかちょっとこう噛み締めたくなるような短歌が来ましたねこれ「言葉という銃声」あーなんかね言葉って本当に人を救うことも殺すこともできるっていうよねでも一日の終わりにお風呂の底にザブーンって沈んで。 静寂あ私もその静寂の時間はすごく大事にしていますはいはちえさんどうもありがとうございましたおお言葉にまつわるちょっといいことたんかお次はカズピーさんからですおいしいねそう言われたくて新しいレシピに挑戦待ってろめいっ子 月に一度、うちへ遊びに来てくれる二人の姪っ子のために、いつも何かしら手作りの料理を振る舞うのですが、彼女たちの美味しいねという言葉が聞きたいので、この夏は冷たいスイーツ作りに挑戦してみようと思っています。お、えー、ちなみにニキさんはどんなスイーツがお好きですかという質問いただきました。やっぱりこの時期になったらもう何が何でも、 うんまあかき氷系だと思うんですけど、まあ、ただね、氷シャリシャリしてシロップかけるだけだと、まあ、ちょっと物足りないかもしれないから、あの、ハロハロみたいに、もう、いろんなもの、なんか、あの、あずきとか、白玉とか、あと、えっ、ー、と、なんだろう、もう、もう、フルーツとか、練乳とか、もう、好きなもの全部のしェーってのも ねあの子供たちも楽しいんじゃないかしらと思いますけど後片付けがねちょっと大変だけどはいカズビーさんぜひ美味しい夏作りの夏のスイーツ作り、えー、頑張ってくださいありがとうございますはいお次まいりましょうこちらビビさんの「ちょかわいい」のお言葉くれたお客様いやいやあなたが可愛いですよ。 はい、えー、ビビさん、今日は接客中、小さなレディに急に可愛いと言っていただいてなんか照れちゃいました。今、可愛いがマイブームなんでしょうね悪い気はしないあー、なんか小さなお子ちゃまー、確かにね、なんか新しい言葉とか、最近、こうやたら使いたがる言葉ってありますよね、あでもそれはもう、誰も傷つかない最強の言葉だと思いますよ。ねねかったです、ね、ビビさん そのビビさんも可愛いと思います。はい、ええー、そうしましたら、お次は、あ、難波さんとお電話がつながってるみたいです。難波さん。どうもこんばんは。あ、どうもこんばんは。<laughs> あれあれ。さちょっと、マイヤーズに大変失礼しました。あ,<っ>あの、え。 いやいやいやあの今日も一日お疲れ様ですいやめちゃくちゃ疲れました。ちょっと後ほどまたあの、えー、よろしくお願いしますはいはい、えー、はい後ほどまたよろしくお願いさせていただきたいと思いますけれど <laughs> はいはいねあの無理なさ、ま、らずねあのはいいついつまでも待ってますから二期はすいませんはい 2>, 2期さんごめんなさいちょっと間に合わなくてすみませんはいいいんですよいいんですよ、はい、んな,なんくるないさー <laughs> <laughs> はいということで、えーえー、はい、はい よろしいですかあ、はいそれナンさんの単価はいお願いいたしますちょっとおこがましいんですがを<お>いきますはいこれ先輩に言われた言葉なんですけど忘れるな、はい、お前のいいとこどこなんだ五年後必ず思い出せ 先輩かっこい,い、はい、これ恩師というか先輩や親や恩師が言ったちょっありげない一言っていうところなんですけどこれはあの私、初めてあの、まあ、甲子園で実況した時にです、ね、ちょっと前者の時なんですけど、はい、先輩があと何年かすると勢いを失って<ん>いいとこ忘れるからと<ん>その時にお前の一番いいとこってどこなのか。 それ忘れんじゃねえぞって結構、マジで言われたことがあってあ実況なんですけど実況放送において、はいはい、それは、ですね俺のいいところって何なんだろうってちょっと分かんなかったんですけど、はい、まあでも、ちょっとなんかこううっすら忘れないように勢いを忘れないように頑張んなきゃなって思って結構、胸にとどめてるポイントでねいやまさに南波さんの,その勢いっていうのが、はい。はい あの一番いいところなんじゃないですか、<laughs> 先,先週もね、あのええ、金スマでね、ヒョウ柄のタンクトップで。ヒョウ柄タンクトップはいすいません、ちょっとあのそれはたぶええー、この素晴らしいあしたのカレッジを聞いているあの皆様には、ちょっとあれか分かりませんけれども、<laughs> <laughs> それとはまた別で、すねちょっとあのえあの実況放送において、お前は勢いを。 出してやっていくところ忘れんじゃねえぞと、まあちょっと忘れかけたりしながらもですね、はい、あその言葉は時折思い出しながらやっております。はい、いいですね。はい、はい、もうぜひぜひはい、いろんなことがあってもそういう言葉はねいつまでも心の中に留めておきたいですよね。はい、はい、はい、素敵なちょっということなんかどうもありがとうございました。あいします。あいして皆さんからもどうもありがとうございました。 え今週も来週もそのまた来週もお送りしています。えー、毎週月曜日のちょっといいこと短歌。 えー、参加したい方は「ハッシュタグちょっといいこと単価ちょっといいことはひらがな単価は漢字」えー、この「#」ハッシュタグをつけてツイッターインスタグラムに投稿されるか明日のカレッジの通常のメールアドレスファックス番号でも随時受け付けています、えー、来週もあなたからの「ちょっといいこと単価お待ちしてますということでキニマンス塚本2期が 赤坂 TBS ラジオのスタジオからお送りしてまいりました。明日のカレッジスクローズのお時間です。えー、この後は YouTube の方でアフタートークして、まあ、今日の 今日の話をいろいろ振り返っていきたいなと思っておりますのでお時間ある方はぜひそちらでお会いしましょう明日火曜日は日本で活動するイギリス人スタンダップコメディアンの BJFOX さんをお迎えします今世界中で人気のあるスタイルのコメディスタンダップコメディの魅力について改めて迫っていきますそれでは今日の明日のカレッジ今夜のクロージングナンバーは 2個、えー、で These days をお送りします。ニックとはまた明日会いましょう。バイバイ。 皆さんお疲れ様でしたアフタートーク始まるよはいはいはいあれ今今お電話オッケーですかあれちょっとアフタートーク恒例の、えー、月曜日のねアフタートーク恒例の、えー、ナンバさん どどうもこんばんはどうももこんんばはお疲れ様です <laughs> すみません、ちょっと遅くなりまして、登場が遅くなりまして、大変失礼いたたししまいやいやいや、ちょっと今日ねあね、私、今日あの家でテレビを見てたら、南波さんがいろいろねあの、取材とか、現場、あちこち行ってるの <laughs>、はい、あのあちち冷房が効いた涼しい部屋で眺めてましたけれど、えー、本当、お疲れ。 や、いや今日はね、ちょっといろいろ、私の裸というな、なかなか際どいテーマから始まったトークを、10時台にね、してたんで、まあ、そこについて、ちょっと南波さんとちょっと、どういうアフタートークするか、ちょっと恥ずかしい、ね、なんか、どうもう触れないようにしようかなーって思ってたので、<laughs> ちょっと今日はね、まあ、あえてそこはちょっと触れないでいきましょうかね。<laughs> <laughs> 私の裸はちょっとすみません、はい、私、今日はいつもは聞いてるんですけ日どちょっとすみません、私の裸を拝聴することはできませんで、申し訳ございましたいえいえ、とんでもないです、あれでしょうあの、ちょっとくどいようですけれど先週金曜日の、あの先週金曜日はもういいじゃないですか、<や> <laughs> ふくらはぎがめちゃくちゃ立派ですよね、<や>そこだけちょっと言わせてほしいと思う今ね、めちゃくちゃ鍛えてるんですよ、実は。何がなんのことやらという方のために、ひ、まあはい、一言で説明しますと、 はい、あのちょっとね、キンスマのね三時間ちょっと、ね、あの3時間特番でねあの、いろんな方がか、まあ、あのお歌を歌ってる、えーまあ、番組でして、その中で、はい、我らが難波さんが、えー、体を張ってね、なかなかあの、羞恥心を一瞬だけちょっと押し殺して、思いっきりかっ飛ばして、してもう稲葉さんに完全なりきって。 ウルトラソウルを熱唱されてましたけれどどうでしたかちめちゃくちゃ私はですね大丈夫かな、オンエアがあるまでめちゃくちゃビビってましてですね、はい、あのオンエアでも使われてたんですけど報道局で気になるんじゃないですかみたいなことを言ってたんですけど <laughs> 結構、マジでビビってたんですよ。確かにその事前の,、ね、その演出の下短版で スーツを脱ぎ捨てたんですよ、実はあのこれ見てない方にご説明しますと私あのスーツ、まあ、スーツというか取り外し式のスーツを着てて、うん、でそれをバコっとぶん投げてあのウルトラソウルという曲を歌ったんですけど短パンになってですね、うん、短パンというか、まあ、稲葉さんのホットパンツをイメージした衣装になって、はい、ただ、だスーツをぶん投げるですとかもうちょっと私があとはニュースを読んでいる映像とこう。 歌ってる映像をリンクさせるみたいなのって全く演出上、私、知らなくてですねあそうでいざあ、こんな感じなのみたいな感じでももうでもやっちゃえやっちゃえみたいなテンションで撮っちゃったんですけどすごいあれ大丈夫かなみたいな,いなん俺、俺結構真面目な真面目なななニュース読んでんでだけどなみたいなも,うもうそのイメージはねもう, <laughs> あのもう崩されましたでも,も,でも諦めましょう。今日 今日なんか、あのー、2回報道局に行ったら、はい、いいじゃん、ウルトラソウルよかったよって、あのー、の偉い人がちょっと言ってくれたんで、<お>言われましたねんあの。いや、本当にちょっと調子乗ってすいませんでしたって言ったんですけど、あのー、結構もう2回行くのビビってて、もう、あのー、エレベーターの エレベーター、まあ、歩いていくときもあるんですけど、今日たまたまちょっとあの急いでて、エレベーター、2っていうのを押すのがもう怖くて、手触れながら3を押しちゃうんじゃないか、1を押しちゃうんじゃないかってびびってたんですけど、<laughs> なんとかですねえ2階の方にあの行きましてにいやー、もうこういうことはあれですよ、もうレジェンドになるから。 もうね、<laughs> お前はあの南馬マスとしを知っているかってね、五年後十年後の若手たちがこうやばいもうね刻み込まれるんですよ。いや,いやあそこまで生き残れるように頑張りますけどでも本当にもうね。<laughs> いやいじっていただいてありがとうございます、もう当い当まいえいえ、本当にまた次回,次回こそ、ね、あのスタジオでお待ちしておりますので、いや、本当にす、ねはい、必ずや行きます、今日ちょっとつもりだったんですけど、いや、もう全然大丈夫ですよ、はい、もうあの、まだまだね、暑いですから、もうお体にだけは気をつけて、いこの間も二木さんとね、一緒にあの私の母校の立教大学に行って、そうなんです、そうそう、そうでねあの、生徒さんたちといろいろこう、何喋りましたっけね、なんか、あの人生とはっていうテーマ までいやちょっと偉そうに <laughs> 大学生相手にマウント取ってきたなっていうぐの心の後悔の、ね、いやマウントじゃないですよ<う>一応ねちょっとこうまあ年上のまあおっちゃんおばちゃんが ちょっとねまあいいかい、君たち働くってことだねっていうことをなんかねあのし,ゃべしゃべったら、まあ、意外と皆さんあの、ちゃんと優しく受けてくれたっていう立、はい、教大学ね、ねとても素敵なキャンパスでね、はい、またねあの機会があったら行きたいですね、えー、どうでした、立教大学はにきさんから見て。 あ、もうものすごいあのキャンパス素敵で、なんか赤レンガのね建物とかすごくなんかレあのなんつうのかなそのあの歴史の重み感じてそう、はい、ねまたなんか生徒さんたちといろいろ絡んでなんか番組盛り上げたいななんて思ってますのでその時はまたぜひよろしくお願い,いたします、ね。いい学校なんですよ。うんはいなんあごめんなさいねこれ <laughs> <laughs> ちょっとあのもうね南場さんもとにかく明日に備えてゆっくりお休みになって <laughs> はい。 またまたねあの大事な喉をはいいたわってください。大事な喉。すいません。<laughs> じゃあまたお会いしましょうね。はい。お疲れ様です。すいません。ありがとうございます。はい。バイバイ。はい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 。いやいやいやちょっとねあの全然話変わるんですけれど、東郷さん。はいなんでしょうか。私ね。 ちょっと梅ジュース作ったんですよ。<お>この前。<か>そうで<ー>、ね、これめちゃくちゃうまいんですけど、自家製梅ジュース。あの梅をね、なんか近所の。 あのお寺の方あの散歩してたら普段あんまり行かない方の近所にぶらぶらしてたら、はい 1>, えー、1週間10日前かななんかあの梅が大量にあのご自由にどうぞされてて<ー>そうでなんか「えいいの?」ってえ「じゃあもうご自由にもらっちゃうよ」ってでなるべくあのピンク色のなんか黄色あの熟してるやつを持って帰ってあ<ー>で、まあ、何にするかは、まあ、帰ってから考えようって。 であの女はあの5日ぐらいもう1週間近く放置しててあやばい腐ってきたってなってえー、まあちょっと梅ジャムを作ったんですけど梅をなんかこうひたすらこうあの煮た煮た茹、うん、で汁茹で汁です梅の茹で汁超美味しいちょっとまあ水で薄めてますけど ただちょっと残念なのがもうこれで最後なんですよ。限りがあって。でもねあれですよこういう季節,季節ものっていうのは、うん、あとちょっとっていうのがあってああでもやっちゃったってあと1年待とうとなると来年の5月6月ぐらいまた楽しみになってくるんで、うん、旬っていうのはやっぱそこがいいき あ1年中飲めるとこも,も,のものじじゃゃなない,いいいいととこころろですかまさにねまさにその旬っていうもの,をその日本の,その季節折々の良さ、うん、あの今度、えー、7月半ばに、えー、だ出る「アサヒウィークリー」の私のエッセイの題材になっているんですけれどちょっとあの読んでないですよ読んでね <laughs>、はい、あの都内一部のセブンイレブンもしくは、はいえー、富士山マガジンで、えー、購入できます富士山マガジンだとちょっと安くなるんですかね 半額にななりますすすそうんででデジタル版ですけれど、はいはい、皆さんが買ってくれるとあのもしかしたら二木さんの、えー、とコーナーが続くもしくは下手すると本になるかもしれませんので下手すると <laughs> 下手するとって一言で言,言,言,言葉おかしい <laughs> いやーでも本当にねあのいろいろちょっとこうテーマもあーどうしようこうしようってうかを頭を抱えながらやってるんですけどそういう時にね何の時にね私の中でこう思い出す私の 弱くなった心を奮い立たせる言葉があるんですよ <laughs> はい何でしょうそれはですね東郷さんが私に言ってくれた言葉です何だろう 1> え1年間二週間に一回ニキさんの友達とか知り合いのお話をエッセイにするのいや無理無理無理そんなの無理 <laughs> もう俺だったらもう絶対できない <laughs> そんなの続かないでしょっ <laughs> 見てろっていうか僕だったら続かないってちゃんと言ってるじゃないですか僕だったら続かない僕はそんなことできないいやでもねそれでちょっとねいや僕だったら本当にいや今でも同じこと思いますでも東郷さんって私より絶対あの人脈広大広大な人脈あるじゃないですかなやい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 や明日のカレージに来るね講師とかゲストの方んか3分の1ぐらい東郷さんの飲み友だったり それ,はそれは単純に僕が選んでるからでですよ僕 <laughs> <laughs> 選んるわけじゃないけど、まあ、あの企画をそこら辺から考えてるからですよ。だから面白い人をこの人のこういうところ面白いなって思ってでちょっと、えー、僕の友達の太郎くんはこういうところが面白いです。うん、でそれを英語にするんですよ。My friend 太郎 is interesting guy うんうん、うん。 結構大変です。大変でしょ大変で書いてて、うん 面白いくないものはまずやりたくないでも言ってその面白いものなんだ面白っつうか、まあ、気象点結ちゃんと大事じゃないですかんかある日友人のまるまるちゃんと、えー、なんかピクニックしてこんな話をしましたってでそれでこう会話のキャッチボールがね、まあ、ピンポンがありましたうん、うん、で最終的に私は彼女のま,まるまるちゃんとの会話からこういうことを考えるようになりました終わりっていうまあ作文 文化って感じの流れですけれど <laughs> はい、はい、それがなかなかねその文字数のなんか長すぎても短すぎてもっていうところで難しいもんですよ結構ね頑張ってるんですよだから本当に何度も言いますけど僕だったらできないって思いますうんでも、うん、でもあのもうなんか東郷さんのその言ってくれた言葉で、うん、見てろ <laughs> って <laughs> なんならもう東郷さんの話書こうかな東郷さんにインタビューさせてもらって面白いことないとこにいやいや面白い人とかじゃなくて誰にでも何かストーリーあるというまあそういう話だった隠れコンセプトはそうなんですよもう全然ねんかすごいことやってる人でも何でもなくてまあ少し前だったらウーバーイーツの配達やってる友人のんかいつも自転車乗りながら何考えてんのって聞いたら最近はあに についててて考えてるってうもうぼそっとまま顔でもう間髪入れず帰ってきてで最初となんかなんかプッて思ったんですけどいや結構真面目に「いやなんか自転車乗っててさなんかいろんな人見てるとさあなんかあの人にいいことあるといいな」ってなんか自然にこう思うようになるんだよねみたいな「え何悟り?」みたいな「ウーバー悟り」ででもそういう話をちょっとねあの書いたりしたりいいいい。いいんじゃないですか。 人のローイヤな言葉を口癖にしてるとあんまりよくない言霊っていうわけでもないですけど<う>やっぱそういうことを言ってるとだんだん自分が毒されていくんで最初はそれを言うことで気持ちいいのかもしれないけどだんだん自分自身の心が毒されていくあのー、最近ちょっとなんかネットに上がってた、まあ、あれからもう6年経つのかな保育園落ちた日本死ねってあるじゃないですか。あ<ー>あれ あれも、あれってすごいなんかね、国会で取り上げられるぐらい、もう大社会問題になった。でも、じゃあ、あれから何が変わったんだっていう感じの、ねまあ、問いかけをする。医療はかなり改善されたんじゃないかな。まあ、あ多分、地域とかにもよるのかもしれませんけど、うんうん、でも、あの、あれもね、なんか、こんなに怒ってんだぞっていう言葉が届いたのかもしれないけれど、まあ、別にね、なんかその、言葉遣いに対して私が何か言いたいんじゃなくて、 「日本死ね」ってそれぐらいのい怒りとかもうやるせなさうん、うん、そういう言葉で出てきてしまうものはもうどうしようもないなだ,なだから怒りとかその衝動とかそういうものを的確に表現するのはまあいいかどうかわかんないけどそういうことはあると思うんですよ。うん、もうどうしようもないやるせないやるせない憤慨みたいなことをこうやっぱ表現するってことはあると思うんだけど。うん 日常茶飯事的にあいつら死ねばいいのにっていうのが一番毒を <laughs> 毒をはらんできちゃうじゃないですか自分自身にいや私もねまあそのなんか10代の頃とかありましたよなんかだからみんな死ねばいいのにってうん,なんかあいの波霊みたいなのがなりきってねちょっと中二病真っ盛りでしたけどよ うんでもそれって結局なんか、まあ、SOS なのかなって思うね見方を変えるとなんか悲しいんだどうしたらいいか分かんないんだうみんな死んじゃえってちょっとそういう形に出てくるもんじゃなんのかなあの例えば10代とかだと自分で自分のことを決定できることがあんまりないから選択肢があんまりないから,、うん、だからもう死ねないのにもとかいうのはある程度 ちょっと自分の中の心のセラピーになっているところもなくはないと思うんですけど。大人になってからそれ言うんだったら。そうね。そうだったら楽しいことやらい、や、やった方がいいよって、うん。なんかね、ラッキーとか、ハッピーとか、プレ、うん、ピーとか。いや、楽しいとか、ラッキーとか、全くないんだったら、それは探す努力をした方がいいと思います。うん、そうですよね。うん、私は最近、あのー。 お家であのお,お水をあげている時はレンゲちゃんのねんあのつぼみがねこう毎日こういい、ね、ちょっとずつこうねぷっくりぷっくり大きくなっていくるのがねそれがもう何よりもの蛇の楽しみで,いいで、ね、最高にいいですよ本当正直たまにこうなんかお水やった後でこうちっとこうずっとねこう眺めてるんですよ葉っぱとかつぼみとかなんかね、うん、あここもなんか生えてきそうとか。うんうん 植物って育ててる植物ってただ眺めてるだけで癒しになりますよね分かる葉っぱはこの葉っぱはちょっと出てきたとかちそう芽が出てきたとか買った時ちょっとなんかもう弱っててで結構割安で売ってもらったんですよお花屋さんででそれでうちに持って帰ったら多分水が足りなすぎて最初ボロボロって葉が落ちちゃってそこからちょっとちゃんと水やってベランダに置くようになったらもうどんどん蘇ってるんですよ素晴らしいどどんんんななさ僕は

それから今年植えてる唐辛がが非常にふくふく伸びてましてこれ秋になったらあの唐辛子がなるんで食べようと思ってますけど辛い唐辛子が丁寧な暮らしされてますねあとはクレソンを育ててるのとクレソンでもちょっと枯れそうなんだよな今私もねなんかちょっとそういうハーブ始めたいんだよなでも直射日光がちょっとやばすぎて今ちょっと日陰をまず作らないと全部砂漠になってしまうんですか ね、あの、一人のカーテンをね、今からでも遅いだろうな。そうですね。入りきり、ギリギリまだ間に合うかも。ーホーム全体行って、いろいろ買ってとかね。ーーだったら、まだ間に合うかもしれない。や、よかったな、ちょっとね、ちょっとこれ読みますね。はい、どうぞ。鬼塚さん、ニキさん、怒らないでね。うん、あのヌード、シェアハウスの食生活が目に浮かぶんだ。ごめんね。お<ー>別に怒らないせい。 別に怒るとこじゃないすそこ別にシェアハウスの食生活がね <laughs> あの美味しいものもうコンビニデザートとかもう深夜のカレーとかあのおすそ分けのなんかクリームシチューとかねいろいろしいもの食べてたよでも別にいいんだよだって私は美しいんだからどやはいあなたも美しい私も美しい東郷さんも美しいスタッフのみんなも美しい、うん、まああの場合のあなたの美しいのあなたはあれですね英語で言うとこの一般的な優度の。 意味意味に近いじゃないですかね。そうね言うっていう場合あの誰のことも差したら言うってあるじゃないですか。うんうん訳さ、うん、<laughs> 日本語訳さないやつ。そうそう。うん、人は美しいみたいなニュアンスですよね。そうそれがあのそれがあの言うな、うん、言うてかなだなんだと思いますけど。うんうん、でもあのー、まあぶっちゃけなんでしょうあのー、ちょっとどういうタイトルかはもう本当に思い出せないんでまあ言えないんですけどあのー。 えとデッサンとかねそのなんか人体の絵を描きたい人のための,、うん、その参考資料の本って、まあ、あの画材屋さんとか本屋さんに結構売,れ売,れ売れられてるんですけどそういう本の中にも実は私一冊に紛れ込んでます<ー>まあこれもう昔のね伊島さんのモデルになった頃のやつですけど、まああのーそのまあ、人体の,なんかそのこういう、まあ、筋肉のひねりだったりこういう。 伸び方だったり曲線のコントだったりっこういうところをいろいろ撮っててその撮影の時はちゃんとこうお題が決まってて次こういうポーズ次こういうポーズってそれをパシャパシャパシャって全部撮ってこれをあの人体モデルとして使ってねっていう本なんですけどそれの Amazon レビューを、まあ、当時発,表あの発売されてから見たんですよ。外人で書かれてます <laughs> ち <laughs> ちょいぽちゃ、私自分のことそんな,ちょなんかまあぷっくりはしてるけどしてちちょいぽちゃって言うんだ、はあ、だか確かにねまあ、細身のまあ、典型的な細身の日本人女性よりかはまあ、肉肉しいからいいけど、ね、あちょいぽちゃっていうのはちょっと <laughs> まあ、別に怒ったとか不快に思ったというよりあなるほどそういう基準なんだなーって、まあ、それも一つの発見だったっていう。<laughs> そうなんですよね何書かれるかよく分かんないからそうそう小平慎也さんなんかはね刺身を盛るとかんかけのわかんないて言ってますけれどあれでもあれおいしくなるあれことは大事にしなさいだってそう刺身はぬるくなったらおいしくないだろうじゃあ氷のせればいいんだってそういうことじゃないそういうことじゃないようまい刺身を無駄にするなそうだそうだもったいない そんなことですはい、うん、まあでも今日はちょっとねあのー、やるんだったらぬるくてもいいおにぎりとかにしましょう。いや <laughs> ほ粒がつくよ <laughs> <laughs> だったらなんだろうな,ーなんだあでも熱々だとやけどしちゃうし熱々じゃないですかだかぬるくていい食い物って意外となくて<ー>いや僕はお,あのおにぎりだって別にぬるくてもいいかなと思ったんだけどいや冷たくなくていいじゃないそうねか。 <laughs> 強いて言えば流しそうめんいや流しそうめんはもうちょっと詰めた方がよくない変なペチになるからそれはちょっと私はやりたくないです <laughs> 僕も嫌ですはい <laughs> 食べ物をそういうのに一緒にしたくない、はい、まあちょっといろいろあの何、ー、て言いますかはいちょっとねいい今までとはちょっと違う感じの、えー、トピックテーマ そしてねああの、やってきましたけど、来週、いよいよ、まず、あ、明日かにしますいたはね、あ、うん、明日はちょっとこれ、またあの、最近ね、渋谷にあのスタンドアップコメディークラブができたんですよ、皆さんご存知でしょうか。うん まあね、あのー、今までに東京にもあったんですけれど、新しいスタンダップコメディークラブ。まあね、あの、今年から少しずつ外国人観光客が、まあ、戻ってくるっていうところなんですけれど、まああのね、東京でスタンダップコメディー文化がどういうふうに今あって、これからどういう感じで成長していくのかっていうところをいろいろ聞いていきたいと思います。そもそもスタンダップコメディーってどんな、何が面白いの日本人に伝わるのっていうところもね、いろいろ。 えー、イギリス人のスタンダップコメディアン、BJ FOX さんに聞いてみますのでね、皆さん、えー、まあ、辛口コメント何でもお待ちしておりますので、ぜひ、えー、聞いてみてください。はい。で、そう、いわゆるね、えー、もう、今日先ほど紹介、発表しましたけれど、うん、来週月曜日4日、7月4日から、ちょっと とバージョンアップされた明日のカレッジが始まります。まあ私と一緒に十字時台を一緒にお届けするバディの皆さん。はい、えー、ちょっとね、まあーっと紹介しますけれど、ノーユースノージャパンの農場桃子さん、環境活動家の露木椎名さん、NPO 法人あなたの居場所の大空幸希さん、アズループメンバーの中健さん、えー、臨床心理師の三たかなさん、 あアナクションのメンバー、環境アクティビストの黒部むつみさん、そしてユ、えーチューバーピン芸人のわっきゃいさんが、えー、日替わりで登場してくれます。でね、まあ皆さんがどういうこと最近気になってるとか、えー、この話題どうとか、えー、いろんな感じでね、あのー、私がもう空中に向かって言葉をただ永遠に投げ続けるところから少し変化があると思いますので、はい、どう ああの番組も私もどう今後変わっていくかちょっと見どころかもしれませんので東郷さんも、ね、来週からもいろいろ変わって変わ,り変わりますけど変来週のバディはもう行っていいのかな来週の月曜日のバディは行っていいんいはい来週7月4日月曜日はあの番組も出てきてくれたことが過去にあるんですが、えっと、ノーユースノージャパンの、えー、代表の能條桃子さんがあのバディとして。 君臨君臨君臨しますいあの7月4日ではなくて7月10日その次の週の日曜日ですね <うん S 1> 参議院選挙ということもあり能條もこさん多分熱い思いがいろいろあると思いますのでえのまあこの時期の,そのまあ政治との関わり方みたいな話をちょっとお話をお聞きできればなと思ってます。 うん。はい。はい、もう久しぶりの農場、ももこちゃん、はい、と一緒にね、えー、もう盛り上げていけたらいいなと思っております。はい。皆さんからもね、ぜひ、えー、まあ、農場さん、そして他のバディの皆さんたちへの、えー、応援メッセージとか、聞いてみたいこととか、はい。もうこれからどんどん送ってください。はい。でね、これからの皆さんと一緒にと作っていきます。明日のカレッジ。 来週からどうなることやらあ楽しみウキウキはい、それではまた明日もお会いしましょうまた明日までどうぞねあの、水分補給、そして体温管理、気をつけてお過ごしくださいバイバーイ